よしおさん、草。リノッカさん、こんばんは。ナッソさん、リノッカさんこんばんは。ヨシオさん、こんばんは。リノッカさん、ナッソさん、こんばんは。シゴルさん、こんばんは。ヨシオさん、こんばんは。あ、こんばんは。ナッソさん、シゴルさん、こんばんは。プチってはないっすかね、大丈夫かな。ナッソさん、リノッカさん、シゴルさん、こんばんは。ふぅ、やっと週末なりましたね。あれ、音のバランスどうです？なんか今日、自分でアーカイブ見てたら、音のバランスちょっと悪くて、ゲーム音と、棒読みちゃんの音声ちょっと小さくしましたけど、どうっすかね？マイクの音がなんかだいぶゲーム音とかが大きくて消されちゃってたので、ふぅ。ナッソさん、今日は仕事をしてハドフいけませんでした。あ、本当ですか。リノッカさん、今のところは大丈夫かな。あ、了解です。またちょっと具合悪かったら、聞き取りづらかったら教えてください。あれだ、OBS、そういえば設定、再インストールしたから、音声のバランスが崩れちゃってるんですよね。ふぅ。ナッソさん、だと思いますね。
今日は仕事をしてハドフ行きませんでした。自分一軒だけ行きましたね。何もなかったです何もなかった。今日はあれです、ファイナルファンタジータクティクスですね。ゲームボーイアドバンス版のやつですね。やったことないんですけどね。リノッカさん、モーターの調整波うまくいきましたよ。マジっすか。そしたら俺のメトロイドも読み取れるかな、 FDS スティックで。ナッソさん、おお、わら、すごい。もうメトロイドがさ高いのにさ読み込みできないのよ。でなんかいろいろ情報を見たら FDS スティックでメトロイド読み込みできてる報告があんまないんだよね。モーターの調整なんてまたあれだね、ディスクシステムの修理が1段階レベルアップするよね。アルミラージさん、アドバンス版ハレアだから宣伝して配信したら視聴者えらいことなりそうだが、そこまでわしの配信にならないと思うんだけど。でもそうなの、これレアなの。あーでもそうだよね、ゲームキューブとかあとプレステとかだよね。タクティクス。ナッソさん、アルミラージさん、こんばんは。アルミラージさん、ファイナルファンタジーでも有名人気ゲームのレアバージョンだからな。あ、そうなんだね。おさんこさん、おこんばんは。週末だけど明日も仕事です。わら。ドサンコさん、お忙しいですね。ただし、読み取りにくいディスク持っていないと調整できない。わら。アルミラージさん。あ、リノカさん、そうなんだ。これはなんだ。ナッソさん、ドサンコさん、こんばんは。はぁ、あ。なるほど。でも、メトロイドあたりはなんか、読み取りづらいので有名らしいから、メトロイド持ってればいけんじゃないですかね。その調整がうまく。ドサンコさん、ナッソさん、おこんばんは。ちょっと何台も調整して、あの必勝法じゃないけども、あの調整しやすいやり方とかも見つけてみたい。アルミラージさん、ファイナルファンタジータクティクスが人気あるのにそれのアドバンス版走ってるもの少ないからな。俺もなんか今見てて、あれ、アドバンスのタクティクスなんて持ってたんだって思って、なんか買った記憶がないんだけど、あった何なんだろうこれ、なんで買った記憶がないんだろう。なんかまとめて買った時についてきたのかな。例えばファイナルファンタジーをなんかまとめて買ったような記憶なんだけど、あ、その時についてきちゃったのかな。ついてきちゃった、ついてきたのかね。ちょっとラッキーだな。絶対ハードオフでは買ってないと思う。なんかメルカリでゲームボーイアドバンスのあのファイナルファンタジー買ってたんだよね、何本かまとめて。セット売りしてる人がいたから。じゃ、たまたま入ってたって感じだね、これ。ふぅ。アルミラージさん、これのアドバンス初めて見るわ。俺も今、なんか、やってみ、あんな、起動してみたら、全く見てないやつだったからびっくりした。ゲームボーイアドバンスもファイナルファンタジー3出してくれりゃいいのにね。出してくれりゃいいのにってもう終わっちゃってるからあれだけど、出さなかったもんね結局ね。ワンダースワンなんかも発売日まで、発売予定日まで出してたのにね、結局販売しずせず。そういやもう OBS 入れ替えたら本当に楽よ、立ち上げがトラブルが全然ない。ナッソさん、さんでなかったですね。そうそう、な謎っていうかもう理由は分かってんだけどさ、なんとかして出してもらいたかったよね。早いですけど、そろそろ始めますか。あれ、網走刑務所の文字が出てない。
あれなんだ、網走刑務所出てないんだろうね。アルミラージさん、ナーシャジベリのプログラムを再現できないから仕方ないね。まあそうなんですけどね。ミヤポンさん、バンはタクティクスアドバンスなんてあったんですね。そうなんですよ、今気がつきました。なんかアルミラージさん、ホラミヤさんでも知らなかった。鹿島さん、こんばんは。こんな感じかな。アバシリプリズ、ちょっと顔にかかる。ナッソさん、ミヤポンさん、こんばんは。X 軸をちょっと左側に。ナッソさん、鹿島さん、こんばんは。アルミラージさん、中身もイラストも違うみたいだな。あ、そうなんだ。じゃあ、一応そこら辺も作り直したね。作り直したって。じゃあ、時間になったので、行きましょうか。さすがに今日行けるよんで、20ターン以内に終わったら、あそこ、デスタンブはもう一回行きましょうよ。ハルさん、ヘチコンちゃんのんのぬんぬ。あ、カシマス、あ、ミヤポンさん。ミヤポンさん、カシマスさん。まあ、ファイナルファンタジー派プレイしないんで、発売された時もスルーしてたんだと思います。あ、そうなんだ、ミヤポンさん。ハルさん、アルちゃんもふもふ。あ、ハルさん、こんばんは。じゃあ、これデスパレスだよ。デスパレスじゃねえよ。アルミラージさん、ハルさん、ぬぷぬぷ。ナッソさん、ハルさん、こんばんは。ここデスゴッドだったっけ。わーい、お祭りだ、グーグー。あのなんか最初の時の祭りの時の風景だよねこれね。おんやよしお戻ってきただか、麓の町のバザーはさぞかし賑やかだったべな。ハルさん、こんばんは。アルミラージさん、そこのタンス調べろ。そこのタンス、ちょっと一応全部調べていくよ。おい、なんか小さなコインとか手に入るんじゃない。ここはねちょっと入れないみたい。ここは人がいて、ここもダメだ、入れないよ。上はいけるねこれね。さあさあ急いで今夜のご馳走作らなきゃ腕が鳴るわ。ここた、あ、しら、樽調べてなかったね。俺はどうもお祭り騒ぎは苦手だよ。あれか、やばいやつがあいつ。名前忘れちゃった。は、腹が痛い、もうダメだ、食えない。何が祭りじゃい、ヒック。わしはまだまだ山を降りれるぞい、ヒック。おや、おかえりよしお、あんたもだんだんこの村の住人になってきたね。崖で怪我をしているあんたをターニャが助けてきてからどんくらいになるだろうね。あの子は本当にいい子だよ。今じゃすっかりよしおを実の兄のようにしたって。いいかい、あの子を寂しがらせるような真似だけはしちゃいけないよ。ターニャちゃん、あ、違うか、ジュディ、うふふ、お祭りの夜ってロマンチックよね。ひゃー、綺麗だなーや。おー、小さなメダル。これでハグメタのヘルメット兜を手に入れられるじゃん。ひゃー、酔った酔った、もうお祭りは始まってるぞ。ふむふむ、今年も無事に祭りができそうじゃな。これ一応あれだね、設定的な上の世界だね。ターニャちゃんは村長の家で神の使いの役の準備をしてるみたいだな。あ、こいつがあれか、クソ野郎か、ランド。ふん、その顔は無事に冠を買ってきたようだな。しかしいい気になるなよ、所詮お前はよそ者だしな。ターニャに甘えて
いつまでも世話になってたらな、なってたらこの俺が許さねえからな。おお、また見つけた。お、マジで？ちょっと待って、誰にするか。やめろこの帽子。バーバラか、バーバラか。え、バーバラにかぶせたらさ、マダンって2発撃つ？マダンって2発撃つんじゃない？アルミラージさん、山本の帽子。山本の帽子、普通の帽子になっちゃってんじゃねえかよ。マジか。もうどうなってもいい？いいえ。育児なし。え？どういうこと？じゃあ見せてあげる、この村の本当の姿。え？何？アルミラージさん、なぜドランゴ毛皮のマント大量に持ってるのだ。ミヤポンさ ん、マダンテって2発撃てたとしても使ったら MP0 だしな。あ、MP0 か。ミヤポンさん、お、なんか変わっちゃったんだけど、これ入り口のところだよね。アルミラージさん、アーターニアに話しかける前に、ケイケさん、こんばんは。ぬあん、あ、KK さんこんばんは。ターニーに話しかける前に何かするべきことあったの？見るべき、人によって見るが違う。今日の右下派何ですか？右下、アバーシリープリズの中ですね、監獄のところですね。愛と信頼のゴールド銀行吉尾さんはどんなご用でしょうか？何の話？ナッソさん、ケさんこんばんは。ちなみにここルーラル来れんのかね。あ、デスコット来れるわ。もう戻れんよ。山本の帽子取れたからよかったが、ケイケさん、ついに捕まったんですか？ついに捕まってない、捕まってない。吉尾さんは囚人か？囚人じゃない、囚人じゃない。あれ、ターニャちゃんは？うー、喉が渇く。ケイケさん、ナッソさん、おこんばんは。ぬあん、何がなんだか全然わかんないんだけど、どうなっちゃってんのこれ。ケイケさん、頭に何が乗ってるんですか？あ、これうんこですよ、うんこうんこ。アルミラージさん、さっきの夜の祭りの時だけや。祭りの時だけ2500、400ゴールド、まあ止まっとくか。アルミラージさん、もうデスゴッドがデスゴッドになった。あ、デスゴッドがデスゴッドになった。あら。頭の上に乗ってるのはホットケーキです。え？私はトルネコという旅の商品に、いやはや、ここは全く不思議だ。洞窟の奥にこんな村があるとは。なんでこのところ来れんの？そう、そうか、ここはさらに不思議な洞窟だな。うん、そうに違いないぞ。頭に乗っかるホットケーキです。鹿島さん、モンスター村、わら。ケイケさん、うんこはさすがに乗せないし、さすがに乗せないです。ミヤポンさん、ターニア派村長のところって言ってたのに、自宅にいたかもんね。そういうこと？アルさん、え、どういうこと？ヒヒ、いいこと教えてる。カルカドの井戸から西に5歩、北に5歩の時にオル様がところを埋めたの。なんでこれ？トルネコに不思議な洞窟、これでわからないのか？わかんない、全然わかんないんだけど。カルカドの井戸を西に5、北に5、わかんないけど。ケイケさん、猫以外、なんと。アルミラージさん、ミヤさんすべて見る前だからね。はあ？アルミラージさん、トルネコの不思議なダンジョンの宣伝だろ。宣伝かよ。
単なる宣伝かよ。ふむ、武器屋かと思ったが剣を売っていないとは。全く機械の揃うとわけのわからんでござるよ。道具屋？なにこれ、なんで両親まで巻き込んだんですか？巻き込んでねえから、危ないから。それちょっと待って、復活の杖だって。おお、ちょっと持っとこう、2本ぐらい持っとく。満タンなんだけど、ちょっと持ってる人がいないよ。なんで、ちょっと待って、売り、売っとこう。隙間は、今日アルミラージさん、マーターニアうんぬんの話は適当だけどな。ミヤさん巻き込んで嘘はかわいそうなので言っとくわ。ケイケさん、なんで今回そんなことになったんですか？朝からテレビ当たり触らず。知らないよ、知らねえよ。俺もわかんないよ。ミヤポンさん、あそこで、はい、って答えるのは早かったのか。自分も、はい、って答えてたと思う、わら。あそこで早かったのか？何の話だろう。ケイ、ケさん、これから歌舞伎どうするんですか？でも俺歌舞伎やってないからわかんないよ。高そうなやつが結構転がってるな。プラチナシールド売れないのかな。アルミラージさん、計算気づきませんが、昨日吉尾さんの配信に猿之助さん本人来てましたので、ケイケさん、生き残って裁判で刑務所、生き地獄ですね。破壊の鉄球じゃなくて奇跡の剣の方がいいかな。ちょっと待って、復活の。ケさん、なんと来てたんですか？ということは、おもさんは、主さんは、意味わかんないよ。そこのところで何を感じりゃいいの。ハッサンとドラゴンサーバーに持たしとくか。ケさん、犬の首がビヨーンとならないのは少し良いですか？あれ、顔が動いてない。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、 iPhone が閉じてた。なんでこれ消えちゃったんだろう。まあ、いいや、ちょっと宣伝が終わらないと。無料アプリ使ってるから。ケさん、セクハラ、パワハラ、いろいろ大変ですね。ジクジさん、こんばんは。こじらしてる人が来た。ジグイさん、こんばんは。ベッテンコさん、こじらしてる人が来た。ベッテンコさん、お疲れ様です。ジグイさん、こんばんは。ちょっと待って、しかあれ、猫の顔が動かない。真顔になってる。ケイケさん、なんで週刊誌にリークしたんですかね。してねえよ。何の話なんだ。アルミラージさん、ケビンさん来た。ケビンさんじゃないよ。ナッソさん、ジグジさん、こんばんは。ケイケさん、どの業界もありそうですね。何の話なんだ。ナッソさん、ベッテンコさん、こんばんは。あれ、全然違う人がいる。もうあれの私を置いてみんなとどこまで行ったのかしら。してねえよ。セクハラってなんか、ナッソさん、こんばんは。同性愛的な感じが出てたよね。もうあれの私を見ねえやって、何、どういうこと。見ねえや。
そういえばさっきトルネコがいたね。どういうこと？クエクエ、ここお前たち来るところ違う、戻るいい。クエクエ、トルネコいて、ミネヤがいて何？アルミラージさん、どういうことな？ちゃんと見てないな、ドラクエ4のキャラが出てるのに。そうそう、ドラクエ4だよね。なんでドラクエ4のキャラが出てんの？ケイケさん、なんで嫌なら週刊誌に言うんですかね。かアルミラージさん、4の世界に来たのだろ。4の世界に来たの？困ったの、おかしなところに迷い込んだみたいだぞ。でも心配いりません。坊ちゃんたちのご両親はこの三丁目が命に変えても見つけ出してしまう。ファイブ？三丁ファイブだね。お父さんとお母さんを魔物怪物に石に変えられて連れてかれたんだって。だから私見つけたらこの杖で直してあげるんだ。ストロスの杖？僕たちお父さんとお母さんを探して旅をしてる。歌舞伎の世界はこっちが当たり前なんですかね。そうなのかもね。どうなんだろうね。ファイブの世界の人たちもいるよ。ここは何？村長の家の地下？あれ？なんだこれ、ダンジョンになってるぞ。ちょっと待って、こっからまた新しいダンジョンになってんの？ちょっと待って、ちょっと待って、準備が、心の準備が。うお。アルミラージさん、2のルビスが出たり、4や5のキャラが出る。それがドラクエ 6？こっからまたダンジョンがもう一回始まってんの？なんだよ、もうすぐ決戦なのかと思ったら全然違うじゃん。ケイケさん、これから回復して、裁判か、主さん頑張れ回復して裁判じゃないよ、裁判終わってんだよこれ、監獄だから。ミヤポンさん、ニヤリとする演出入れてくれてんのかな。なんかそんな感じだね。ストーリーも終わっちゃってるからね、一応は。大坊さん、こんばんは。大坊さん、こんばんは。イナさ ん、ダークドレアム派本日ですか？ナッソさん、本日やります。大坊さん、こんばんは。イナさん、こんばんは。今日やるつもりですよ。アルミラージさん、ドレアム派来週ですな。来週じゃないよ、今日やるんだよ。昨日跳ねてしまいました、すみません。あ、全然大丈夫ですよ。ジャニーズも歌舞伎もしばらくテレビ派ガッチャガチャですな。寝落ち配信なの。ナッソさん、イナブングワさん、こんばんは。アルミラージさん、どうせつかないな。つくでしょう。ちょっと待って、ちょっと一旦戻りますよ。あれ、コイン、小さなコインちょっと交換してこようかと思って。ケイケさん、今日はダークまでの散歩ですか？ナッソさん、いや、あれ、ぶつかった。イナブングワさん、私も昨日寝ましたね、いい顔。ベッテンコさん、本当は先週の金曜日でしたからね。アルミラージさん、小さなコカインか。ドサンコさん、ヨシオさんはグラビア撮影の時にホタテの貝殻は使いますか？使わねえよ、使わねえよ。あれ、またぶつかった。ミヤポンさん、小さなメダル、もう覚えられないらしい。コインって。ケイケさん、何の話なんだよ。目指せ100回。100回やんねえよ、もう100。え？ルーラー使えない？マジで？イナさん、今日病院行ってきましたよ。やけどは割と回復傾向にあるみたいで、皆様にも急にご迷惑おかけいたしました。皆様ごめんなさい。ああ、いいえ、全然。頭ぶつけさせてかわいそう。回復、とりあえずよかったですね。あれ、ルーラー使えないの？なんで？だってルーラのポイントであんだけど、回復しているようでよかったです。ケイケさん、2回もかき消されたらダメだ。ミヤポンさん、
大したことなくてよかったですね、稲さん。ジクジさん、リレミトですよ。リレミト？でもリレミトだともう一回ここまで来るのに時間かかんじゃないの？稲ぐんぐわさん、それはようございました。気をつけてくださいね。レッドフリマジックでセーブするか。ここはダンジョン扱いってことですかね。アルミラージさん、やり直したら？ちょっと一応セーブして、え、やり直したらなんで？なんでやり直しちゃう？ここどこ？ケイケさん、おお、今日はご飯なん食べたんですか？今日は、ま、マックで時間なかったので帰りながら車運転しながら食べました。アルミラージさん、ターニア見合う前に進んだやろ。そこだけ見てみます。じゃあターニアでもあったんじゃん。あれターニアじゃなかったの、もしかして話しかけたの。そっかそっか、ちょっとそこだけ見てみますか。ちょっとセーブもしといたし、ここか、ここだ。あ、セーブしちゃった、間違えて消しちゃった。ケさん、なんとマック行ったら店員さん怖がりませんか？消しちゃったよ。アルミラージさん、全然違うやろ。消しちゃった、すまんす、見れなくなっちゃった。ドサンコさん、何してるんですか？ごめん、アルミラージさん、今日も違ったら髪の毛も色わからないのか。ターニア見れなかった。エクサカオカオ、ミヤポンさん、やっちまった。やっちまったよ。ケさん、消すの上手ですね。セーブロードしようと思ったら消してしまった。あれ、リセット押して戻ってくるとどうなんだ。あ、でもあれか、もう進んじゃって、違うな。セーブは一応してあるから大丈夫だね。リセットして大丈夫だね、これね。ケイケさん、なんでもないようなことが。ダメだダメだ、無理だ。主人公とターニアのそれからの話が分からずままだな。分からずままなっちゃったね。でも見るならば、見るならば戻れば一応大丈夫って感じだから、セーブポイントのところがあるから、まああとでちょっとね、時間あったらやりましょうか。ここのところから行けばいいんでしょ。こっからこっちはもう過ぎ去っちゃってるけど、これでやるか。ルーラー、まあちょっと終わってからちょっと時間あったらやりましょうか。ちょっとメルアルを、皆さん幸せだったと思う。ケイケさん、あれもらえない。虫さん、恥いなな、行かなくていいんですか？アルミラージさん、ターニア仲間にしてからターニアオランデータでやるのか。いい意味がわかんないんだよね。ターニア仲間にしてからターニアオランデータでやるのか、そういう話じゃなくて、とりあえずこのまんまでいきます。終わってからあそこを見るならば、時間余ったらね、それはやるならやらないでちょっと考えるけども、とりあえずこのままでクリアに行きます。あれだね、メタルキングの兜がないね。結局もらったのかな。あ、もらってんだ。ケイケさん、主さんは原爆ドーム作った見たことあります？原爆ドーム行ったことあります。時間残るのか？顔、そんなに厳しいの？アルミラージさん、クリアしたらターニアおらんままやろ。アルミラージさん、いやだからダメなの。今ならまだすぐ戻るのに。知らないよ、ダメ。もうこのまま行くの？ドサンコさん、決めてんの？もう果たしてダークドレアムは倒せるんでしょうか？もう戻れません。何だっけ、こっからまたあのダンジョンクリアとかレベル上げとかするのはもうダメです。それはさすがにしないよ。西に5歩、北に5歩。アルミラージさん、クリアしてからターニア仲間にする話見ても意味ないやろ。いやだからもう時間ないからやれませんって。それはさすがに、あれないじゃん。西に5歩。ケイケさん、戦争写真など見ると言葉が出ませんね。1、2、
あれないじゃん。西に5歩 ?1、2、3、4、5。 1、2、3、4、5。 下の世界のこと言ってんのかな。アルミラージさん、言っとくがここからドラクエ4と5のストーリー進めてドレアムやぞ。知らんのか。だから知らないから無理なの。もうやんないです。それは何回言ってもやらないものはやらないんです。消えちゃってるものしょうがないじゃない。でこれから昨日の途中のところからやるっていうのはやらないです。さすがにここ掘れワンワン。アルミラージさん、ドレアムやらんのか。ドレアムはやりますよ。ちょっと今カルカドのところのなんか魔物が言ってた宝をちょっと取りに行くんですよ。猫泣いてる。泣いてますね。ここじゃねえ。だってそもそもじゃねえ。カルカドルーラで行けたっけ。下の世界のカルカドってどこ。アルミラージさん、隠しのドレアムとやるのにここからドラクエ4と5のストーリー進めることなるのだぞ。すぐ戦えると思ったのか。でもね、戻らないよ。絶対に戻んないよ、さすがに。昨日やった時間が無駄になっちゃうんだって。これはこれでもう進めるよ。繰り返しのつかないのかもしれないけども、これはこれの一つのストーリーで完結させるので、下の世界カルカドないね。なんだろう、あれデマなのかね。下の世界ないもんね、カルカドが。今地図に。皆さん、今はドレアムと戦うためのストーリーを進めてるのですか。そう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 、私もすっかり忘れています。笑い。アルミラージさん、ここからドラクエ4と5のストーリーなのに何を言ってるのだ。ボスラッシュで100回超えると言ってるのに。こんなになるはずないじゃんよ。ないね、ないないない。あれはデマ情報なのかな、カルカドのどうのこうのって。井戸はもう一個あるとか、もしかして。ちょっと待ってください、カルカド一個だけじゃないとか。ドサンコさん、カルカド派上の世界だけだった気がします。あ、本当ですか。あー、なるほど。それともか、井戸の中ってこと。この井戸から西に五歩、北に五歩のところに俺様宝を見たの。おかしいよな。他にあるかな、井戸が。ないね、一個だけだね。この井戸の中って話？アルミラージさん、4の夢の世界と5の夢の世界で4と5のボスすべて戦って統率するドレアムと戦いや。ね、もうそれはね、知らないの。知らないの。とりあえずこのままで戦いに行きますよ。それはそれで一つのエンディングかもしれないけれども、今回はこのエンディングでいきますんで。ナッソさん、純粋に語歩が間違ってそう。語歩が間違ってそう。マジで。アルミラージさん、ここから長いのだぞ。本編2回分だからな。そんなことあるはずねえだろ。
ドサンコさん、メダルを打っていきましたっけ。メダルを行きました。行きました、行きました。あれ、またこれダメか。リレミトル行かないとダメなの、ここは。ちょっと待って、カルカド、もう一回行くよ。ちょっとなんか意見するのあったら、その時言ってください、ちょっと。移動してからじゃなくて。西に5歩、北に5歩なのよ。西に5歩、これで1でカウントして2、3、4、5。あ、ちょっと待って、1、2、3、4、5。アルミラージさん、それでさっきドラクエ4と5のキャラ出てストーリーになるのだろ。1、2、3、4、5。まあ知らないっす、それは。そうかもしれないけども、ダメじゃないね。そうかもしれないんですけども、今回はやりません。やっぱ無理だよ。ナスさん、他に何かある？数え方。ドサンコさん。こっから1。その辺で便利ボタン連打？ああ、ここら辺でかな？アルミラージさん。それをしないとドレアムと戦えないのに何を言ってるのだ。そんなはずないよ、そんなはずないよ。半キャラ分で1とか。それはないっしょ、さすがに。だからアルミラージさん何言ってもやりません、それは。1時間ぐらいこの後言ってたとしてもやらないんす、それは。ミヤポンさん、初見なのでわからないのです。まだ先を見てないのです。4と5のストーリーがどうのこうのすらわからない。これからのお楽しみですよ。アルミラージさん、4と5の夢の世界を統率してるドレアム、それをすべて戦ってやっと裏ボスのドレアム戦や。ミヤポンさん、ネタバレなのはわかった。しょぼーん。ドサンコさん、うまく見つからないっぽいですね。ないよね、これね。嘘なんじゃないの。まあいいや、とりあえず戻りましょうか。やっぱないよ、数え方じゃないね。アルミラージさん、ネタバレも何も本人全く分かってませんので。ミヤポンさん、西に5だから。だからもう移動する前に言ってよ、それ。もう行かないっす、もう行かないっす。なんかよっぽどすごい宝物があるならいいかもしれないけども、移動した後に。ドサンコさん、まあ、やり込みでもないのでいらないのではないでしょうか。ミヤポンさん、5歩歩くのでは？あ、遅かった、わら。ナッソさん、顔。リノッカさん、時差があるから仕方ない、わら。ベッテンコさん、1歩歩いて1じゃないんですかね。でもね、そこら辺の周りのやつは確認したのよ。ゆみちゃん、後でちょっと待ってて。あのカウントの仕方のやつも 2,3 回ぐらい確認してやってんだけども、周りのやつも全部ランダムで押してるんだけども、ダメなの。頑張れ。1マスぐらいの感情、カウントの仕方の間違いぐらいのやつは全部チェックしたんだよね。やめちゃん、あとでちょっと待ってて。ご飯、ちょっとご飯あげてきますね。ちょっと待ってください。あ、すいません、じゃあ行きます。作戦は一応呪文使わないにしよう。まあハッスルダンスあるからね。
俺ね、若干ちょっと見たんだけども、ちょっと見てんのよ今日やるところ、戦い方を調べてたらちょっと見たんだけども、攻略ページのやつにこの後特に何も書いてないよ地獄家さん。そう、1マスじゃなくて、1歩、1マスは2歩分みたい。え、1マスは2歩分みたい？あ、そういうことなんだ。ドサンコさん、おダークドレアム派バイキルとした聖剣好きしてハッスルすれば勝てるんでしょうか？多分勝てると思う。あとミレイユさんが鋼の、鋼じゃねえ、あれなんかすげえ死んでんだけど、仁王立ちすれば OK じゃない？あれ？ミレイユさんなんか死んでるけど、あれ？はぐれメタルなのに何でザクザクやられちゃってる？ミレイの仁王立ちでかわそうとしたんだけども、ここに階段あるな。なんか普通に攻撃受けてんだけど、ミレイユさん。はぐれメタルって攻撃1とか2とかになるんじゃないの？
ダメージが。そんなことないの？イナさん、そういえば、ドラクエ6、初めてモンスターが動くって当時、超興奮しました。あー、そうですね。ドサンコさん、なんか普通に食らっていますよね。なんか普通に食らってるんだけど、どういうことなの？これ、仁王立ちしたらどうなんの？マジで、仁王立ちがねえんだけど、その前に。ちょっと待って。なんか俺の、ミヤポンさん、食用はぐれメタルであってモンスターはぐれメタルでないってことでは？でもなんか普通の種じゃない？それだと。え、なんかなった意味がなくない？これしかも仁王立ちがないよ。皆さん、レトフリの罠？笑い。何これ、仁王立ちがないんですけど。アルミラージさん、一軍で使ってるミレイユにやまびこ装備させず、ベンチ温めのバーバラに装備させる意味不明采配。いやだってミレイユに仁王立ちさせて、ミレイユに仁王立ちさせてずっとあの攻撃一心に受けさせてればいけるかなと思ったんだけど。ミヤポンさん、はぐれメタルのマスターボーナス、最大 HP100、 全属性が完全耐性になる。あ、そうなんだ。攻撃は普通に食らうんだ。でもその時に仁王立ちしなくちゃいけないけど、これ仁王立ちできないじゃん。意味なかったじゃんこれ。はぐれメタルドランゴとか発散じゃないと意味なかったってことだよね、これね。やばいよ、ちょっと考えた戦い方と違うんだけど。全然マジか。アルミラージさん、物理なども属性まで1になるわけないやろ。仁王立ち派発散の特技なのにミレイユメタルにしてる意味不明采配。それだからさ、ミヤポンさん、仁王立ち派パラディンか。そうだね、それね、そういう時に言ってほしいのよ。後から言うのなしよ、なし。毎度言ってるんだけどさ、うおー、ダメージが。今日いけねえんじゃねえのこれ。今日どころじゃないかもしれん。アルミラージさん、私が気づいた時にもうメタルをミレイユにしてるのだからな。なんか相談してたような気がするけど。素早く動けるので最速でハッスルできるってことで。アルミラージさん、なぜミレイユメタルにしてるのかと思ったわ。おすすめでミレイユが入ってたのよ。おすすめメタルのやつのおすすめに発散ドランゴ、他にミレイが入ってたのよ。マジか。しかも仁王立ち使えないしね、ミレイユさん。まあいいや、もうハッスルダンスとあれでやるしかねえか。もうくじけぬ心がある。くじけたわ。
アルミラージさん。とりあえず体力低くて一軍で使わないバーバラにヤマビコ装備させずミレイユに装備させて召喚してみろ。二体召喚になるわ。ミレイユに、ミレイユに装備させてヤマビコ装備？ヤマビコ装備がちょっと見当たらないんだけど。ヤマビコ装備が見当たらないんですけど、どういうこと？アルミラージさん、袋にあるやろか。アルミラージさん、目ついてるのか。ある？あ、あったあったあった、びっくりした、なくなっちゃったのかと思った。本ちゃんさん、こんばんは、こんにちは、眠いので挨拶のみです、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。まあ、後でレトフリマジックで MP やるから。ナットさん、本さんお疲れ様でした。ミヤポンさん、投げ捨ててはないと思いますが、わら、あ、あった。ありましたよ、よかったよかった。投げ捨てたのかと思った。二体召喚なんかできんだ。ほんちゃんさん、どうもです。おやすみなさい。あ、おやすみなさい。みやぽんさん、おやすみ。おお。たち何にも全然なんか AI が機能してくれない。 AI じゃねえか。ミヤポンさん、3回攻撃してきた？ 3 回、あー、あいつ？ドサンコさん、雑魚的なのに普通に強いですね。そうそうそう、バッサバッサやつやられんだけど勝てる気がしない。もうこっからレベル上げとかってさすがに100時間やってるで、わし。ミヤポンさん、こっちも3回攻撃アイテムよこせ、ゴルアですな。アルミラージさん、そうですね、命大事ににしとけ。命大事にちょっとしときますか。イナさん、どうやって勝てるのか笑い。なんかもう全然プラがへし折れたんだけど。アルミラージさん、だからハッスルしないのだ。あー、でもね、ハッスルもね、なんか積極的にしないんだよね、こいつらね。あ、そっちか。もういいや、もう最短コースで行っちゃう。ろくに落ちないでしょ。なんか落ちてんのかな。ケイケさん、おやおや、心がバッキリ折れちゃったよ。
アルミラージさん、やまびこ効果気づいてないのだろうな。ちょっと今ね、調べながらで連打でやっちゃってるから。だからカルカドなんで、オリハルコの牙があるんだって。リアクションないとこ見ると、今ちょっと割と忙しいのよ。アルミラージさん、オリハルコンの牙こそ誰も装備できないのにいらないだろ。オリハルコンの牙ね、テディが装備できるのってなぜかわかんないけど。アルミラージさん、スライムやモンスター仲間にしてるならともかくだ。ここなんかなんもないね。山彦の帽子取っちゃったからね。アルミラージさん、テディ使えないだろが。テリーが装備できる最強の装備って書いてあるよ。テリーの最強装備であるオリハルコンの牙。ダークドレアムの攻略を調べてみたのですが、ハグメタに大立ちでも防げるの配置部の攻撃だけみたいですね。アルミラージさん、一軍で使ってないのに。一軍で使ってないのに、まあ使ってないけどね。なんだなんだここは。アルミラージさん、使ってないキャラの装備手に入れたとこでどうする？まあでも全滅するところでね、ちょっと助かるかもしれないからね。これなんだろう。ここあそこの頃だよね、なんか物語中に出てきてた。ミヤポンさん、見覚えある感じの墓地ですね。そうだよね。ここか？ここ。力のルビーを見つけた。そういう話じゃなくて、進行させようよ。進行させようよ。まあ、ドラゴンさんに装備させるか。使うじゃねえ、装備装備。装備することはできない、マジで。アモさん装備できない。ミレイユさん装備できるの？ミレイユさん装備させても意味ないよね。ヨシオは装備できる。おお。メガザルの腕は誰にするか。まあまだ装備しまずいよね。こっち？ワンパクさん、お久しぶりです。おお、ワンパクさんお久しぶりです。ちょっと待って、何もわかんねえんだけどこれ。ミヤポンさん、おー久しぶり。ほんと久しぶりだよね。ナッソさん、ミレイユさんの MP 低下って気がついておられますか？ああ、一応ね、気がついてる。皆さん、ライブでドラクエ1のファミコン、ゲームボーイ、スーパーファミコンを、レトフリで、チート使いまくってクリアしたら、私の場合入らぬ寄り道しすぎて時間かかりましたが、おそらくうまくいけば30分以内でクリアできると思いますので、やってくれませんか？笑い。やった。こんばんは、んこそば。もう終わってるからね、ドラクエ1一応やったからね。最速でやるとかそういうのはあんまりこだわってなくて。あれ、これ何な全然わかんないんだけど。
ナッソさん、ワンパクさん、こんばんはです。あ、全コンビさんこんばんは。いきなりワンパクさんが来たから何かと思った。ここ違うの？こんばんは。ここ違うの？もしかして単なるルビーの力のルビー手に入れておしまい？ただのアイテムレアかなと思ってますがマジか俺もなんか途中からそう思っちゃった。全コベさん、ナッソさん、こんばんは。大坊さん、ランプの悟りですね。わかります。ランプの悟り？なんだよ、死にしやがって。雑魚、雑魚。ミヤポンさん、さすが、雑魚が強いっすね、わら。ケイ、ケさん、なんと。ドサンコさん、ザコ敵の方がミルドラースより強い気がします。わら、ミルドラース、あれだね、ファイブの敵だねそれは。イナさん、レトフリ購入以来普通にプレイするのがめんどくさい病になり、やけどしました。やけどしちゃったのやけどはしてるけどね。ドサンコさん、あら、6のラスボスってデスタムアでしたっけ、わら。ミヤポンさん、他のセーブデータがルブ50超えだったのは、そういう意味かもしれんですね、わら。あー、そう、デスタムアね、他のセーブデータの50、あー、ね。ハルさん、スタックスタックみんな寝ちゃってるよ。にしても死にすぎだと思うんだけど。アルミラージさん、一回戻って出直せ。出直さないよ、そんなに突撃しますよ。アルミラージさん、MP 回復し直せ。イナさん、今からチート使ってドラクエ6やったら、ドレアム、ヨシオさんより先に倒せるか、って配信しようかな。さすがに終わるっしょ。ヨッシーさん、いい人見つかりましたか？見つかんねえよ、見つかんねえよ、なんとかしろよ。もう中学生やめてね、捕まっちゃうから。薬草あるよ。あれ、祈りの指輪誰か持ってたような気がするんだけど。祈りの指輪誰も持ってねえの？なんだこれ、もう道具もちょっと整理しねえとな。アモスさん、なんでこんなにたくさん持ってんの？全、コベさん、
小学生がいいんですか？おまわりさんこっちです。捕まるっつうの。ミヤポンさん、中学生に女の子紹介しろとかいう配信者。ワンパクさん、自分腰痛めて入院してました。大丈夫だったの？イナさん、あららら。ヨシオさん、声がラリホーなんだよな。ラリホー、ラリホー。作戦で道具整理したらいいだろ。作戦で道具整理、あ、そんなのあんの？お、本当だ、そんなコマンドがあるの。すげえな。重要じゃない道具は、あれ？全部掘り込んでくれるわけ。すげえな。なんで腰痛めちゃったの？野球で？ちょっと一応セーブしとこう。アルミラージさん、重要な道具も袋に入れるのだ。知らんのか。あ、そうなの？でもなんか残ってたよ、天魔の手綱とか。全小部さん、最後まで昨日に気づけていない吉尾さん、わら。そう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 。あ、崩れちゃった。ロードロード。ワンパクさん、野球で無理しちゃって第4腰椎分離症になりました、笑い。大丈夫なのそれ。イナさん、そこが面白い、ヨシオさん笑い。いや、何も狙ってもないからね、ちょっとあんまり嬉しくないんだもん。ミヤポンさん、全これで小部さん、成長期は無理は良くない。そうだね、そうだね。ちょっとゆっくり休めて。無限指輪編。そう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 、無指輪がね。吉野もずっとハズレダンス走られてた。行こうか。ワンパクさん、ずっとコルセットつけてきつかったけど、もう骨がつながって、もう野球やってます。ドサンコさん、その辺の機能を使いこなしていたら吉尾さんの配信の良さがなくなると思います。良さなのそれ。筋膜リリースに接してください。筋膜リリースに接してください。何の話だ。コルセットつけて、あ、そうなんだ。これあれじゃない、ミレイユを外してさ、ミレイユを外して、脳筋結構あのなんだハッスルダンス使える人たち多いから、脳筋にして命大事にしたらそっちの方が楽なんじゃないの。そういうことじゃない。ミレイさん入れてると下手にあれじゃない、なんかやるじゃない。この人たちみんなあれ、前衛の人たちハズルダンス、野球は続けられてるのか。よかった。アルミラージさん、あ、こっちドサさん大丈夫です。道具整理を使いこなしても重要アイテムはどこ行った。と迷うのがヨシオテイストです。もうね、ダメよ。なんで皆さんそんなに酔っ払ってねえのか、皆さんね。全小部さん、よくわかってる、わら。死んでるし。もうちょっと他の人たちさ、ハッスルダンス使えよ。こいつら誰も使わないんだけど、ハッスルダンスバカなんじゃないの。ミヤポンさん、命大事にしたんだろ。覚えると覚えられないポンコツっぷりが面白いのですよね。わら。こいつらバカだろう。なんでこんなのなのに。あとまだ彼女と続いてます、わら。マジかよ。いいな、いいな。アルミラージさん、肝臓のこと考えて毎日酒飲んでるわけありませんので、週1回ぐらいです。あ、アルミラージこっちだ。あ、そうなんだ、なるほどね。
あれメガザルチャムロが来ないだろ。何やってんだこいつは。ドサンコさん、残念ながらお酒初本飲みませんので、ミヤコンさん、最初、腰痛めたって聞いて横島な想像した俺入ってよしですね。わしもね、どう突っ込んでいいのかわかんないけど、中学生に言う言葉じゃないなと思って。アニヤージさん、せっかく生き返らしてくれたのに何やってるのだと言われるチャモロ。そうだね。ちょっと待ってよ。ハルさん、お酒よりコーラ派です。お酒よりコーラ派？おお。あ、俺もコーラ大好きだけどね。復活の杖をヨシオに持たせよう。稲さん、最近喧嘩ばかりしてるのですが、よく考えたら、わし220ミリの25度5個くらい飲んでたんですよね。記憶ないし。220ミリの25度5個？あらら。結構お酒飲んじゃってるってこと？チャモロさん MP0 になってるんだけど。喧嘩する相手もいないっていうのもあれだからね、なんか悲しい感じするからね。アルミラージさん、黒霧島25を1本分や。結構飲むね。志村嬢さん、あら決戦浜田でしたか。志村嬢さんもうね、なんか望み薄くなってきたよ。最終決戦だと思ったらさ。ミヤポンさん、ワンパクくん、入院中歯お見舞いイベントあった？お見舞いイベント、皆さん、もうやめないと。私お酒はまあ適量だからね。適量ってなかなか難しいけどさ。ナッソさん、志村嬢さん、こんばんは。あれ、アルミラージさん、戻っちゃってる。志村さんのツイッター見つけましたが、かなり政治やかなので面白かったぞ。マジで？え、志村さんのツイッターって何、政治やかなの？志村嬢さん、ヘッポコナッソのゲーム部屋さん、こんばんび。別人じゃなくて、アルミラージさん、ヨシオさんフォロワーだろ。志村さんの、あ、本当？あれ、志村さんフォローしてたかな。ワンパクくんはそろそろ高校受験？まだ？今2年だっけ？まだか。あ、この下だった、この下だった。何やってんだ。志村嬢さん、あ、僕のですか。意識はしてないんですけれどね、もともと服用についてお役立ち発信をしたかったのですが。アルミラージさん、前さんは野球赤や。前さんは野球赤なんだ。わしは一応ゲーム専門のみにしてるつもりなんだけども。なんかね、ちょいちょいね、完全にこの人ホモだなっていう人からフォローされまくるんだけど、やめてほしいんだけど、どうしてんの？なんで？アルミラージさん、ちゃんと絡みあるフォロワーのツイート確認せんかい。全コベさん、アカウント名がそうですから。アカウント名がそうですから、そんなことないでしょ。
すげえ上半身裸のムキムキの人とかからフォローダタダタダタってくるやらないかなんて書いてるからでしょ。わらやらないから、あーそうか、タイトルがね、声がいいからや、声がいいからフォローではなくフォモーフォモーじゃねえよ上半身を裸の男の人から外国人の人とかからやたらフォローされまくるんだけど知らない間に2000フォロワーぐらいになってるし、どうしよう、半分ぐらいあのムキムキの人だったら、わし多分ね、このチャンネルもすごいんだよ、 99.9% ぐらい。はるさん、あら、おっさんなのよ。精霊の歌覚えてるのね。精霊の歌、何精霊の歌って。アルミラージさん、アイコンをレインボーカラーにしたら。しねえよ、しねえよ、どんどん来ちゃうだろうよ。べってんこさん、よしおさんの声質がぽいよね。稲さん、え、そっち系な感じなの。おっさんでごめんなさい。あ、稲倉さん、稲さん、そんなことないですよ、もう。まあ、それはいいんですけども、それはいいんですけども、アカウント、あの、ツイッターの多分そんな感じだと思うんですよね。おっさんフォロワーがほとんどだと思うんだけど、その中に何割かが、ムキムキマッチョの人がいると思うんだよ。アルミラージさん、バナーをレインボーカラーにしな。やだよ、やだよ、ゲームアカなんだよ。ゲームアカウントになんでムキムキマッチョが来るんだよ、外国人のさどっかでおすすめされてんのかな、どっかでおすすめってツイッターがおすすめしてんだろうね、多分ね。アルミラージさん、ゲーマーだろ。ゲーマーゲームとか言ってるわけ、あれなかなかいいやな、いいアイディアだなと思ったんだ。皆さん、バナーをピンクに。ピンクはね、多分違うんだよね、 LGBT のそのゲイの人とかはね。なんでそんなことを解説してんだ俺が。アルミラージさん、さっきゲイ夢アカウントって言っただろ。ゲイムアカウント夢になってるそれ。アルミラージさん、ゲイ夢アカウント、ゲイ夢アカウント、ゲイ陰夢なってんじゃん。春さん、復活の杖使ってみるよ。二刀夢の3にイチャモンつけられますよ。アルミラージさん、ゲイ夢アカウントか。なんで死んでんだメガザル。ゲイ夢アカウント、ゲイ夢やめろよ、やめろやめろ、そっち系の、そっち系じゃないんだ俺は。アルミラージさん、バニラアカウント、バニラアカウント意味わかんな、バーニラ、バニラのやつ。これあれかな、バッシャーの中も聞くんだね、すげえな、ハスルダンス。ミヤポンさん、硬いっすな。そうそう、結構ね。アルミラージさん、ドラクエ6モンスター仲間にできるのに全然釣れないな。そうそう、まあでもマモルスカイも今いないからね、ちょっとならないっちゃならないんだけども、でもあれで魔物使い8のやつを入れてる時にもさ、全然ならなかったよね。スライムキングとか仲間にしようと思って一生懸命レベル上げの時にやってたんだけどさ。なかなか厳しい。アルミラージさん、結局釣れないじゃないか。そうだね。そうだね。ハルさん、一応精霊の歌がオラル効果あるらしいよ。ミヤポンさん、64分の1に嫌われた。64分の1、そうだね。アルミラージさん、スライムナイトもな。スライムナイトはね、実はあの仲間にしてるのよ。ルイーダの酒場にいるのよ。
アルミラージさん。だから仲間にしたのに連れてないだろうと。あ、連れてない。あ、そういうことね。そういうことね。アルミラージさん。そういうこと。それを言ってるのだぞ。そうだね。連れてないね。あれ何これ。これでおしまい。ふざけんなよ。何これ。アルミラージさん、仲間にしても使わないのかと。あのさ、枠がさ、なんか少ないじゃない。だからちょっと迷うじゃない。あ、こっちにも階段あった。もう暑いよ。どうやって行ったらいいんだよこれ。あ、ハッスルハッスルしなくちゃいけなかったのに死んじゃった。アルミラージさん、トラマナないのか。トラマナ、トラマナって何。春さん、暑い。トラマナ、トラマナってないんじゃない。もうきっとないよ多分。ドラクエ6はトラマナないんだ。アルミラージさん、ダメージゾーン無効や。トラマナってドラクエ6ないよね。全コベさん、ドラクエ5よりキャラクターの個性が強いのと、いろいろと覚えられるからモンスターの個性が薄まったということかな。アルミラージさん、レンジャーが覚えそうだが。レンジャーは、あ、本当だ、トラマナあった。アモスさんが持ってた。マジか。まあ、このぐらいやったら特攻。レンジャーか。なんだ、ね、呪文ねえのかと思ってた。ミヤポンさん、あるやないかい。わら。ほんとだね。ほんと失礼しました。ケイケさん、もうはちゃめちゃ。もうダークデランドボディ使いだけなのに。なぜ使わないのか。イメージ的にレンジャーと思いそうだろ。ねえ、ねえものだと思ってたよ。特攻だと思ってたよ。つうか、こいつさ、なんでハッスルダンス使えるのに使えるのに使わないの。レンジャー自衛隊でもサバイバルのプロ。あー、そうだね。あー、また呼ばれたよ。ちょっとね、猫が呼んだのでちょっと行ってきますね。なんでこいつら死んでんだよ本当によ。ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、ちょっと行ってきますね。ケイケさん、怒ってるよ。ここが噂の逆ギレ放送。逆ギレですよ、逆ギレ。あ、ちょっと待ってください、ちょっと行ってきますね。ちょっとアルミラージさん、レンジャー隊かと思ったら赤レンジャーとか戦隊物のレンジャーだったりな。ドサンコさん、ヨシオさんの心が折れていらっしゃる。ハルさん、透明戦隊ドナイジャー。アルミラージさん、飯炊き戦隊炊飯ジャー。ミヤポンさん、九州ではドゲンジャーが人気、すでに4期目放送中、わら。志村城さん、楽勝かと思ったてたら予想より相手強かったのか。アルミラージさん、九州ご当地レンジャーと各人揃ってドゲンジャーですか。春さん、ドゲンカせにゃいかんのじゃ。ドゲンカせんといかんのじゃ。
何これ 100% じゃないの復活の杖って。ベッテンコさん、全部の仕業じゃあ4回で打ち切り。全コベさん、人生思い通りにはいかんもんです。復活の杖ってこれ 100% じゃないの。あ、生き返った。ハルさん、そりゃそうよ。九州レンジャー、ゴレンジャー、楽勝かと思ってたら、アルミラージさん、立ち立てをコネハ世界一、銀シャリシルバー、ミヤポンさん、いや、福岡中心の企業ヒーローが出てます。ハルさん、複数いるときは精霊の歌でもいいかもね。精霊の歌、複数いるときは精霊の歌、精霊の歌って誰が使えんの。吉尾さんの心が折れていらっしゃる。もうだいぶ折れてるよ。もう最初の時にあのはぐれメタルの職業が全然使えないっていうのが気がついて。アルミラージさん、赤いお米祝いの印、赤飯レッド。赤飯レッド、何の話してんだよ。あー、大丈夫かわし。つうか、なんでハッスル使わないんだこいつらはよ。ハッスルダンス使ってくれよ。つうか、ベホマラー使わねえでピンポイントで回復すればいいじゃないのこの人。なんかバカすぎん。あ、なんかある。アルミラージさん、黄色いお米派ナマステの心、サフランライスイエロー。あー、サフランライス大好きです。精霊の歌？え、精霊の歌今あったね、今あったね。精霊の歌なんだっけ、さっきちょっとハルさんからなかったのかな。あれ、志村城さん、6の AI 派あんま優秀でもないのですね。6はね、 AI じゃないのよこれ。実は学習しないのよ。もう設定の最初の設定で使われてるのでそのままなんだよ。アルミラージさん、緑のお米派それ原米って言われてるから、雑穀グリーン。死んでる人がたくさんいるときは精霊の歌でもいいかなって感じだね。なるほどなるほど。緑の米はそれ玄米って言われてるから雑穀グリーン。何の話なんだ。ロックは AI じゃないの、学習しないのよこいつ。アルミラージさん、玄米は玄米を覚えました。あれ玄米って言ってなかった今。おお、奇跡の剣手に入れた。お、え、これ結構なもんじゃないの。すごくないこれ。なんかちょっと嬉しいんだけど、奇跡の剣これちょっと何分の1なんだろうね。アルミラージさん、別にドサンコさん、これ別になの、そんなでもないのこれ。ドサンコさん、これドロップするんですね。アルミラージさん、今さら。でもいいじゃん、だって回復するんだよ。まあ破壊のあれだよ、あれボス戦の時にさ使えるじゃん。アルミラージさん、今さら入ってもな。ボス戦の時に使えるじゃん。今は破壊の鉄球の方がいいけど。戦いながらあれじゃん、回復できるじゃない。ミヤポンさん、攻撃力が今さら微妙な感じかな。アルミラージさん、団体通常攻撃するぐらいならハッスルダンスした方がマシ。志村城さん、奇跡の剣強いんかな。そんなに強くないんだけども回復するんですよ。持久戦にはいいかも。そうそう、持久戦にはね。アルミラージさん、序盤で入るならともかくだ。ボロクソじゃねえかよ。少しは感動して、少しは感動して写真撮ってショートネタにしようかと思って、もう心がまたばっくり折れたわ。アルミラージさん、宝物庫で撮れるならな。
然、小部さん、もう少しこれ取れるボコボコ、何にも褒めたたえるところが一個もないんだけど、一つの意見も。トラウマな。この頃か、あれ上りの階段がある。全、小部さん、参道ゼロ、わら。びっくりした、ここまで。べっちんこさん、ショートにするためにわざとはしゃいだんでしょ。そうだね、ちょっとはしゃいだね。ちょっと使える感じ。ドタンコさん、レアアイテム派ドロップしただけで嬉しいと思います。アルミラージさん、キラーマジンガが起き上がり仲間になる方がテンション上がる。キラーマジンガ仲間なんの？前もなんかあれないところさん結構前に来たよね。でもこれね、今ならんのよ。アルミラージさん、魔物しかいないから、ね、それな、それは勝ったので、それは勝ったのでみんなで貶めたの。ショートネタ阻止したの。やめようよそういうの、やめようよそのあの下げ調的な感じ。アルミラージさん、何回も言ってるだろ、64分の1。あー64分の1か。でも守るしか以外いないから今誰も仲間できないんだよね。志村城さん、よっぽど嬉しかったんだなと思ったら、ちょっと嬉しかったよマジで。アルミラージさん、マスターしてたら仲間ならないのか。あれ何これ、ちょっと待って、戻ってきちゃったってことないよねこれ。イナさん、何歳くらいになったらマスターしててもならないのよ。そんなに割と少し温厚になれるのですか。何歳になったらそんなに割と少し温厚になる。わしが温厚、わし全然温厚じゃないよ。ブチギレ、ブチギレ、ちょっちょいブチギレてます。基本あのブチギレがスタイルなんで。空気読まない的な感じ、ね、アルミラージさん、吉尾さん派鎮圧です。鎮圧です、鎮圧ではないね、鎮賞ではあるけど。あれこれ戻ってきたんじゃない。何やってんだよ、何やってんだ、そろそろたどり着くかと思ったら戻ってきたんだけど。いい、こんなことある、こんなことある、なんでなんでなんで戻ってきた。ケさんにはブチギレ配信って言われてますけどね。ケさんに、そうだね、ケさんに、ドタンコさん、チン、なんで戻ってきたのこれ、なんで戻ってきたの。アルミラージさん、ざけんなよこれよ。志村城さん、ま、いや読めねえだろ、なんで戻ってきたんだよこれ、なんで戻ってきたんだよもう。1時間ぐらいさまってね、ここ1時間さまってなんで戻ってきちゃったの、なんでピンポイントで戻ってきちゃったわし。そんなに難しいダンジョンこれ、なんかそんなに難しくなさそうだって、なんで戻った。そもそも上上りの階段下に、ドサンコさん、なぜ戻ってきたのかは元来た道を進んでいたからだと思います。わら、ハルさん、ヨシオさん、マジ方向音痴ですな、わらわら。ジェン、コベさん、今 CM でフォークビッツやってましたよ。やめて、やめて、チュッてやめて、やめて、なんかもうちょっと待って、ここの男女の地図ないの、もう行く、もうイカサマするよ、イカサマ。地図、おかしいだろこれ。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ？これなんだろう、あれ DS 版の地図かな。ちょっと戻ってちょっと回復しましょう。ダメだこれはもう。これ上行けや普通に。ちょっと待て、ちょっと待て、ヨシテスちゃん。ヨシテスちゃん。ちょっと待って、おじいちゃん。おじいちゃんがヨシテス？なんだそれ。アルミラージさん、
長い旅が始まる。マジかよ、今日終わんねえんですよ。まあ、金曜日だから。割と声が子守歌になってるんですよね。ドラクエ無知すぎなのがそうさせてるのですかね。ミヤポンさん、進んでいるのに戦闘後にも時た道に戻っていいんですよね。ってごめんなさい、戻ってるの気づいてなかった。わら。全、小部さん、お帰りなさい。あ、そうそう、わしの声ね、あれよ、なんかアルファーバが出てるらしくて、結構眠たくなるらしいよ。だから寝落ち配信って名前にしてるんですよ。アルミラージさん、プレイングも眠たくなるプレイだからな。ほんとね、それはね、申し訳ないと思ってますよ。ただね、寝落ち配信ってことで、穏やかな眠りにつけるっていう話でちょっとスタートしてるので、全然寝ちゃって大丈夫ですよ。あー、参った参った。ドサンコさん、これハダークドレアム派来週に持ち越しでしょうか。これ50回塗る、ふざけんなって感じがすげーすんだけども、ちょっと待って、なんでこれ地図が出て、もう地図でいかさましよう。ドラクエ6。アルミラージさん、アルファ何、リラックス効果あるわけないやろ。不快なデータ何やろ。謎のダンジョン。皆さん、ダークドレアム派いつまで待つのですか。まま待ちますよね。100回ですね。スーファミ、スーファミ版、スーファミ版で調べないとダメだろこれ。なんかね、アルミラージさん、100回じゃないよ。だから最初に言っただろ、ドレアムつかず来週なると。そんなことね、今日金曜日だぞ。ちょっと待ってください、ちょっと調べますんで。よし、見っけた、これでいけるぞ。アルミラージさん、明日果てりわんや。そうよ、そうよ。ちょっと待って、ちょっと待って。地図が出てきたけど、地図の見方がわからない。アルミラージさん、もうてりわんのが面白いまであるぞ。そんなこと言わない、そんなこと言わない。よし、行くぞ行くぞ。力の盾が手に入る。え、マジですげえな。ちょっと行くぞ。力の盾手に入るってちょっと良くない？力の盾ってあれ回復するんだよね、確かね。全、小部さん、テリワン中止して最終回へ変更で、わら。最終回変更でいけるっしょ。でももう加入するから俺。地図の見方がわからない。地図の見方がわからない。わらわら。アルミラージさん、地図の見方がわからない。いつまで育成作業やダンジョンぐるぐるしてるの見せられるのや。もういい、速攻で行くよ、速攻で。安心してください。アルミラージさん、さっさとドレアムやれと言ってるだろ。もうすぐたどり着くよ。カンニングしてるからさ。不正行為だよ、不正行為。ミヤポンさん、まあモンハンライズで集会所の入り口が覚えられないくらいの方向音痴ですからね。わら。全、小部さん、盛り上がりが。半額セール、ボソ。半額セールしないよ。ハンドルのように地図を回す女子。アルミラージさん、成功い。皆さん、やめろって。育成とかはともかく、セーブ、ロードのミスさえなければ今頃。本当ね、本当ね。これをまず上に行く。上に行く。ここで迷っててしょうがねえよな。それ敵が現れすぎなんだよ、もう。ドサンコさん、忍び足、ボソ。あ、アルミラージさん、それや、忍び足やとヘロスしろと。そっか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 。誰だったっけ、ハッサンか。イナさん、し、
ち、忍び足派、アルミラージさん、忍べよ。ドラゴンさんもレベル40まで来ちゃったよ。忍ぶ気なしだな。忍ぶよ、忍ぶよ。忍びなれども忍ばない。みやぽんさん、忍びねえな。忍びねえ、何の話なんだよ。学びましょう。わら。学べねえよ。学ばないんで。学べないんじゃない。学べないんだよ。力の盾取るよ。力の盾。おー。すげえ、カンニングするとすげえな。すぐわかるわ。当たり前か。よっしゃー、よっしゃー。とりあえずダメだーって分かったとしても、ダークドレアムに今日は戦うよ。アルミラージさん、ある忍者ゲームでボスの忍者がデカデカと忍ぶの字が書いたタコあげて、どこが忍んでんだよってぐらい忍ぶ気ないな。ミヤポンさん、カンニングしても地図がわかんねえってさっき言ってたからダウト。アルミラージさん、ダウト。そこは構わんよだろ。そこは構わんよだろ。なんか昔さ、MMORPG のゲームでさ、イナさん、子守歌だけハマホカンタできねえんだ。子守歌だけハマホカンタできねえんだ。みんなでさ、敵を待ち、アルミラージさん、忍びねえな、構わんよ。みんなで待ち伏せしてたのよ、敵を、MMORPG でさ、その時にさ、俺、ドサンコさん、明日も仕事なのでお先に失礼します。皆さんおやすみなさい。あ、ドサンコさんおやすみなさい。ダークドリアムアーカイブで楽しませてもらいますね。激アしますんで、お楽しみください。お楽しみにしてください。そう、MMORPG でさ、みんなでちょっと建物の中に隠れてて、忍んでたのよ。忍んでたのね。で、敵が現れてから、なんか攻撃のやつ、武器を、身構えた時に、おやすみなさいませ。俺、ミヤポンさん、さすがアルさん。その返しさすがっす。アルさん、アルミラージさん、安心してください。この回でドレアムつきませんので。つくわ、つくわ。コベさん、ドサンコさん、おやすみなさい。来週も6ですよ。来週も6、違うわ、もう倒すよ。ほっほっほ。あなた、ダークドレアム倒すという約束破りましたね。ドーン。ドーン。アルミラージさん、ミヤさんそこに気づかないヨシオさんがね。ミヤさんそこに気づかないヨシオさんがね。え？何？何かあったの？何かあったの？何かあったの？忍びねえな、構わんよ。よく気がついてないね。気がついてない。よく分かってない。そう、MMORPG でね、隠れてて敵を待ち伏せしてたのよ。その時にね、わし、マクロでさ、ちょっと武器を構えるとさ、アルミラージさん、忍びねえなと言われたら構わんよだろ。忍びねえな、構わんよ。なんか、受け答えなのそれ、適当な。全、小部さん、忍びねえなの返しの件です。あ、そうなんだ。そういうのがあるんだね。そういう返しがね。おお、これだよ、力の盾。これよ、これよ。これは回復するんだよね、確かに。アルミラージさん、トータルテンボス知らんのか。トータルテンボスは知ってるけど、そのやつはあんまりちょっと知らなかった。しか、あれ？お、お？ちょっと下がるんだけども、これ回復するんだよね、確かね。発散あたりに装備させるか。アモスさん、発散か。アルミラージさん、力の盾使うぐらいならハッスルダンスした方がいいだろ。全、そっか、いらねえか。ネタが古すぎるか。ミヤポンさん、一瞬だけ流れ行った印象、忍びねえな、構わんよ。あー、そうだね、ネタが古すぎるし、あんまり面白くないかもしれん。ちょっと待ってよ。金のブレスレット、アモスさん渡しよっか。装備できねえのかよ。
ミヤポンさん、装備できて防御力上がる人はいないかな？いないみたい。一通りちょっと見たけど、無理みたいよ。え、あ、あれ？力のルビーより、こっちの方がいいかもな。力のルビー別の人に渡したいか、くじけぬ心。全、小部さん、ピンクパールでも身につけてください。アーモーさん、意外に装備できないんだね。アルミラージさん、最近やろトータルテンボス派。ボキャブラ天国で流行ったやろ。ミヤポンさん、いませんから、残念。ちょっと待って、ちょっと待って。とりあえず、力の盾手に入れたから、次はどこに行くんだ？あ、そら、こっちは、こっちだ。アルミラージさん、ボキャテン派最近やろが。だいぶ前だね。うん。あれ？ハルさん、海砂利水魚ですね。海砂利水魚、懐かしいね。おし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 。アルミラージさん、私がテレビ見てた時流行ってたぞ。テレビない生活が10年以上なだけで。そうなの？それは何？テレビがあったら見るの？テレビが嫌でやめちゃったって感じ？それともテレビが壊れた木に買うのめんどくせえやって感じ？全、小部さん、NHK 対策？ NHK 対策？あー、そういうのもあるか。俺なんか何も見てねえのにさ、1年に1回も NHK なんか見やしないの払ってるよ。めんどくせえから。なんか断る作業がめんどくさいみたいな感じ。アルミラージさん、テレビいらんやろ。ゲームできないじゃん、テレビないと。全、小部さん、何せ政治系チャンネルですから。政治系チャンネルじゃないの？春さん、政治系チャンネルじゃないの？でも NHK やらねえって言ってた。スマホから受信料取るらしいからな。でもそれってギリギリ大丈夫じゃないの？回避できんじゃないの？まだなってないでしょ？さすがにスマホからは取れないでしょ。いろいろ問題あると思いますよ。つうかさ、立花がさ、もうちょっとさ、何やってんのよって感じなんだけど、あいつ。NHK を倒すことに集中しろよって感じなんだけど。から取るって言ってたような。あ、本当ね？本当に？今年の？取るらしいって、まだ来年なのかな？どうなんだろう。何にも見てない、BS のやつも払ってるからね。マジマイルは。うちの実家は払ってないね、何にも。皆さん、契約だけはしないといけないみたいです。ああ、アルミラージさん、あいつ票を集めるために言ってただけやろ。そんなのもわからんのか。NHK に何もアクションしなかったのだからな。まあでも NHK と戦ってたのは確かだと思うんだけどね。
なんか途中からなんかいろいろなことが増えてきちゃったから、政治家になるとさ、ね、やることがあっちゃこっちゃから言われ始めるから、なんかブレブレになっちゃってて、なんか。人もさ、なんかもうやばい人が結構来ちゃって、黒川さんとかってどうなんだろうね、あの人ね。春さん、しかも途中から賛成党に粘着したり、OA騒動起こったり、むちゃくちゃ。アルミラージさん、NHK とか小野田君のが言ってるがな、票集めるのに集めやすいから言ってただけ。てか、あいつもともと白の職員なのだからな。そうそう、NHK の職員なんだけども、なんか告訴したん、告発したん、内部告発したんだよね。吉尾さんは赤旗ですもんね。そうそう、赤旗ね。あれもすごいよね。なんかさ、善意を最大限振りまいてて、根本はあれだよね、真っ赤っかなんだよね、あの人たちね。でも政治系チャンネルやめようよ、ちょっと。やばいよ。アルミラージさん、立花が民主党の蓮舫とかにいいねしたりしてる時点で察しろ。そこ指摘したらブロックするのだからな。春さん、和田正宗と小野田君さんの方が NHK のことやってるよね。そうそう、小野田さんね、すごいよね、バンバン言っててね。あの人ほんと国士だよね。ああいう人、あれ、小さなメダルがここにあるらしい。ここの周り調べるとあるのかな、もしかして。おお、そういうことか、そういうことか。おお、分かりづれえわこの地図。で、この上が階段？なんで小野田君みたいな人がどんどん出てこないのかね。不思議だよね。気概のある人っていないのかね。読まれない、読まれない。NHK で不払い者あぶり出すためやぞ。立花に騙されて裁判した不払い者全員負けて罰則含む支払い命令されてるんだからな。あれ、スパイになるのだろうか。あー、これでもうあれよ、いけるぜ、ダークドレアマですよ、ついに。小部さん、そこは一年発起して吉尾さんが立つんですね。立たないよ、政治は絶対やんない。役の方に気合い入ってるやつはいっぱいいるのにね。前回批判の辻なんたらとか、辻さん、そうなんだ。あれ、なんだか死んでるぞ。前、小部さん、吉尾ボッツ、ボッツじゃないよ。誠一は絶対やらない。なんでテリーってこんなに HP 低いの、不思議じゃない。あ、精霊なんとか使えばよかったのか。これ、あれかな、馬車にいる人たちも回復するのかな。アルミラージさん、女にモテるかもよ、政治家になったら。ならないよ。つうか、もうそこら辺はね、あんまね、関心なくなってる。特に精霊の歌で、馬車の人たちも使えばね。アルミラージさん、ハニトラでスケベできるかもな。ハニトラはもうダメだよ。やばいんじゃない、なんか急に。マジかよ、誰も一回ねえじゃん。何やってんだよこいつよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。
ほぼ死んでんじゃねえの。アホか。何やってんだお前らよ。バカじゃねえの。なんでこんな雑魚に全滅させられかけてんだよ。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、何やってんだよ。何やってんだよ勝手に。次のターンに効果出るから。あ、そういうことなの。全小部さん、なんか施設政策秘書と不倫した議員のツイート貼って貼りましたね。わら。え、施設政策秘書の不倫した議員のツイート、俺が貼ってたの。貼ったかな。政治にはあの口出ししないつもりです。アルミラージさん、効果派次のターンなのにアホなのは吉尾さんだった。全小部さん、アルミラージさんが、わら。春さん、パーティーにいないとダメなのか。パーティーにいないとダメみたいだね。あ、一回行った。あれ一回行った。え、なんかよくわかんないけど一回行ったよ。なんか意味わかんないんだけど、なんで死んでんだよこいつはよ。もう なんで精霊の歌になってんだよ。はるさん、届かなかった、わら。届かなかった。皆さん、頑張らない人の方が勝ちですか？いやー、頑張った方がいいと思いますよ。頑張った方がいいと思いますよ。頑張ると何がいいかって、頑張ったっていう記憶があるんで、失敗したとしてもね、あれだけ頑張れたっていう記憶があるんで、何かあっても頑張れるんですよ。頑張ったことがある人は頑張れるんですよ。また、ただ頑張ったことがない人っていうのはどのぐらい頑張ればいいのかなって分かんなくて頑張んないんですよ。何でもかんでも頑張った方がいいと思いますよ。分かんなくても何でも。そうすると一回頑張ったぐらいは頑張れるんで。アルミラージさん、全賛該当する政治家が多すぎて、タモガミもそうだし、女性でも立憲民主党の石垣のり子とか反社の菅野菅と不倫したり、低層感覚モラルめちゃくちゃ。なんだろうね、そういうの、低層感覚もね。ちょっと今一応セーブしておきました。で、あとミレイユさん、ちょっと回復しないといけないの、これ。祈りライブや。ちょっと待ってよ、なんか生き返ってない？あ、でもあれだね、ちょっと遅れてるんだけど全員生き返るんだね。ちょっと並び替えしとこう。生き返ってるよねこれね。全小部さん、相手がいるのがすごいですよね、ああいう人たちって。あー、まあね。よっしゃ、来たぞ来たぞ。ここのシャンゴロに、いわきの武功見習えっていう。あの顔で不倫できんだろって。できないね。アルミラージさん、何これ金と権力があると群がるのよ。あたおか。天使のレオタードだってよ。皆さん、何ですかこれ。わかんねえんだけど。ミヤポンさん、ちゃいますよ。ハッサンのメガザルで生き返った後、ザオリクでハッサン復活の流れです。あ、そうなんだ。アルミラージさん、天使のやつは聞いてないんだ。やらせる気、いわき。やらせられても困っちゃうね。誰？天使のレオタード、ミレイユ。ミレイユはプリンセスローブ、プリンセスローブいいよね。バーバラさんかな。バーバラさんだね。神秘の鎧だからね、まだね。ついに来ちゃいましたよ。アルミラージさん、
ミレイユかバーバラだろ。男の発散に装備できると思ってるのか。できねえと思ってる。コベさん、できねえと思ってるよ。もう時間か。イナさん、やけど誰かベホイミかけてくれたら頑張れます。やけどを誰かベホイミ、ベホイミか、ベホイミか。やけどはなんか別な呪文が必要なんじゃないの。亀井静香と岩木信子の違いがわからんかった。それね、ちょっと難しいよね。何さ、なんか食べたいの？またなんか食べたいの？あ、ちょっと待ってください。ちょっとなんかお嬢様からお呼びがかかってしまったので。アルミラージさん、ヨシオさんの舐め回しで。イナさん、チュール。全、コベさん、どこを舐め回すんでしょうねー。皆さん、ムフフ。皆さん、パフパフ。全、コベさん、ごっくん。はい、すいません、お待たせしました。アルミラージさん、読まれないな。読まれないな。なんだ、何の話だ、どこを舐めますよくわかんない。アルミラージさん、それは読まれなくていいんじゃないですか。パクパクごっくん、どこを舐めますんで、吉尾さん舐めな、で意味わかんない、チュール。これ何、これ、ちょっと待って、回復しないとまずいよね。ちょっとセーブ一応しとくか。MP。あともう一回か。ミレイユさん、もう一回か。イナさん、地に足ついて頑張らなな。地に足ついて頑張らなな。ちょっと頑張りますよ。回復ポイントとかないのかね。
ドランコさ ん、発散もないのか。わら。え、あ、そういうことなの？え、アルミラージさん、読まれないな。何が読まれない？まあいいか、この間発散が、発散回復しないといけない。ケイ、ケさん、ワクワク。志村嬢さん、猫飯タイム。もうね、ゆめちゃんはね、無視すると怒られるからね。きついのよ。全、小部さん、半額セール待ち。あー、壊れた。皆さん、ここドレアムですか？ドレアムですよ、ドレアムですよ。復活の祭壇ですよ。これから復活させるんですよ。アルミラージさん、ダメだ、どうしても読まれないな。ドラン、あれ、ドラゴさん回復しきれてない。アルミラージさん、やけどしたのハイナグングワさんの太ももなので。チャモロテリー、チャモロテリー、ヨシアもちょっと減ってんだな。アルミラージさん、読まれないな。ん？読まれないね。何が引っかかってんのかね。まあ、卑猥なのはダメなのよ。きっとね。読まれないね。アルミラージさん、卑猥なワードないだろ。皆さん、太ももを舐め回しで笑い。舐め回しでダメなんじゃない、多分。あら、これちょっとで、これでロード大丈夫かな。あとテリーだけか。HP も大丈夫。アルミラージさん、読まれないな。読まれない、読まれても意味ないじゃん、あんま。おし、アルミラージさん、代わりに読んでや。いいや、読まなくていいや。じゃあちょっと行きやすよ、行きやすよ。ちょっと待って、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ。ちょっと待って、パターンがあるんだよね、これ。
ダークドヤムパターンがあるんだよね。アルミラージさん、攻撃パターンが。これな。攻撃パターンがあるんだよね。ミヤポンさん、同じワードの繰り返し嵐判定かもです。ああ、そういうことか。ドキドキ。アルミラージさん、最初から読まれないのだよな。あ、仁王立ちする人間にミラーアーマー装備させるのも有効だって。そっかそっか。それ8-3にミラーアーマー装備させりゃね、弾き返すからさ。アルミラージさん、代わりに吉尾さんが呼んでくれたらいいのです。やけどした稲群賀さんの太ももなので、吉尾さんは稲群賀さんの太ももを吉尾さん舐め回して、吉尾さんが稲群賀さんナムラストです。意味わかんねえよ意味わかんねえよ。満足しました。あ、ハッサンミラーアーマー装備できねえの？アルミラージさん。マジで？ちょっと待って、どうしたらいいの？ニヤニヤ。マジで、ハッサンミラーアーマー装備できんなってよ。なんだよ、これ。誰が装備できんのよ。アモスさんが装備できる？アモスさん。仁王立ちある？もう吉尾さんが装備するしか。仁王立ち装備できる？仁王立ちがないね、スキルでね。仁王立ちがないね。仁王立ちがありませんな。ナッソさん、いよいよっすね。仁王立ちがないっすね。仁王立ちがない。アホアスさん仁王立ち持ってない。アルミラージさん、装備とスキルがチグハグ。すげえチグハグだよ。ありえないぐらいチグハグ。とりあえず戦うんだけども、並び替え、並び替えからだよ。ミレイユにメタルだったりクラスもチグハグ。ミヤポンさん、仁王立ちなしでガム出せ、頑張れ。ケイケさん、これはたなん。アルミラージさん、マジだよ。チグハグ吉尾、マジでやばいかもしれん。でここでバーバラ、とりあえずバーバラさんのマダンって行かないといけないよね。イナさん、セーブだけしといて。ケイケさん、どうなってしまうのか。アルミラージさん、はよやられろ。セーブ回復した状態、とりあえずこれで アルミラージさん、セーブと見せかけてロードしろ。何やら邪悪な気配がする。心に強く念じますか。いいえ、終わってない。何もならないのか。あれ、もう一回行かないといけないのか。よし、行くぞ。出てくるぞ、黒パンツさんがよ。ローズしねえよ。ミヤポンさん、マダンテハ MP 0になるからってあれほど。で、使いどころあるマンダンテ？ここで使えんじゃないの？なもうあれあれよ、アルミラージさん、バーバーさんはもうおしまいよ。ハッサンがこっちを見てるな。ハッサン見てるね。私を呼び覚ます者は誰だ。私は破壊と作育の神、ダークドレアム。私は誰の命令も受けぬ、すべてを無に返すのみ。マダンって聞くみたいだよ。アルミラージさん、
やまびこ召喚に連やれよな。ケイ、ケさん、オッケーオッケー。バーバラさんはもうおしまい、わら。バーバラさん、1ターンでおしまいよ。この人は、ハッサンはハスルダンスできないのか。ケイ、ケさん、出た。セクシー、グリーン。セクシーグリーン。だって MP がたくさんあるときにマダンテやった方がいいんだよね。違う？そう教わりましたけど。あれ、マダンテがない。え？マダンテがない？ MP いっぱいのときにやった方が一番効果出るんだよね。特技か。K、K さん、どっちを応援したらいいですか？こっち応援して、こっち応援して、こっち応援して。で、倍切ると思ってるよね。アルミラージさん、倍切るとやアストロンあるのにマダンテ使わされるバーバラ。え？アストロンって意味あんの？様子見るだけじゃないの？それでしょっぱなでも様子見ますか。いきなりマダンってやっちゃう。とりあえず様子見る。アストロン使うの意味わかんないけど。ケイ、ケさん、こう見るとダークドレアも小さいですね。そう、小さいのよね。ちょ、何やっていいんだかわかんねえんだけど。アルミラージさん、なぜ初手ミレイユでやまびこ召喚せずバーバラで召喚するのか。だから今戻したんよ。召喚使うよ、これで。あー、アストロになっちゃった。召喚できなかった。なんでミレイより。これ1ターンだけ？アストロンって。そうだね、1ターンだけだね。ミリーの早い。え、バーバルの早いんだ。アルミラージさん、アストロン派敵が強い行動をするターンを飛ばすための使い方によって使える魔法だぞ。あー、そうなんだ。皆さん、何やるのかわからないところすみません。私にはヨシオさんの子守歌が聞きすぎてます。アルミラージさん、すいませんね。何のためにドレアムの行動パターンを知ってるのだ。もうね、見ても分かんなくなっちゃってるんだよ。酔っ払っちゃってて。アルミラージさん、アストロン派最初にするのだろ。一番最初なんだ。おー、そうなんだ。じゃあ意味ないんだね。ちょっと待って、ちょっと待って、パターンどうなってんだ。パターン分析のやつがなんかあったような気がするんだけど。アルミラージさん、食らってからアストロンしても意味ないだろが。ケイ、ケさん、ホットケーキ美味しそう。ホットケーキね、頭の上に乗っかってるけどね。なんだろうこれ。もうちょっとさ、なんか詳しく、わしみたいな人でも分かるように書いてくれるサイトないのかね。全然分かんねえんだけど。アルミラージさん、敵が力を貯めたり強い特技を使うターンにアストロンして効果を飛ばすのだろうが。あー、そうなんだけどさ、
ドラクエ6。ダークドリアンだ。もう2、3ターンぐらい消耗しちゃったんだけど。アルミラージさん、さっさと戦え。ちょっと待って、ちょっと戻っていい？ちょっと、アストロンで無駄遣いしちゃったからさ。ちょっと戻りますよ。220ミリのアルコール度数、焼酎5本飲んで本日もベロンベロンです。大丈夫。体が心配なんだけど。戦闘メンバーと最強数、カビ役とハグレメタル仁王立ちが必須。便利な機能ですな。バイキルト凍てつく波動で、バイキルトを凍てつく波動で解除。聖剣好きか、2連メラゾーンまでダメージを狙う。聖剣好きかメラゾーマで進める。アルミラージさん、1リットルの焼酎や。1リットルの焼酎きついね。無理よ、推しには無理です。ちょっとそれ控えた方が多分いいと思うんだけど、わかんないもん。パターンがこれ決まってんだよね、多分ね。行動パターンがなんでこれサイト出てこねえんだろうね。バカなのこのサイトは。行動パターンぐらい出してくれたっていいじゃんね。1万3000だって。ギガデイン A パート、ギガデイン輝く息、かまいたち B パートへ行こう。おーおー、これチャートがあった。オッケーオッケー。じゃあとりあえず最初ハルさん、ハッサミヨイ、アキサミヨイ、アギジェビヨイ、この3つは大体同じ意味です。アルミラージさん、毎日酒飲んでるヨシオさんに控えろと言われても説得力ないわ。まあそれはありますけどね。ギガデイン、オア、輝く息。ちょっと最初は様子見ますか。あ、間違えた。何やってんだよ、戦うにしちゃったんだけど。最初ギガデインか。オッケー。ちょっと戻りますね。オッケー。最初はそうなんだね。ギガデインが飛んでくるってことは、最初あれだね、アストロンで回避した方がいいか。ハルさん、しかも初手で死んだな。あ、死んでました？あら、あれ今輝く息来た？あれ輝く息？ギガデインじゃなかったよね今。あれおかしいな、パターンと違うんだけど。あ、いいのか、輝く息、次構え出しか突き刺しなんだ。おー、次は肉体攻撃だね。アルミラージさん、 B パターンやろ。B パターンじゃない、 A パターンの、ギガデインオア輝く息よ。A パターンの。やめます。やめれてない。けどやめます。毎日が自分との戦いです。アルチューハ戦闘力53万のフリーザが敵でも雑魚です。なるほどね。まあでも控えるのはね、控えないと。アルミラージさん、飲むなより飲む量を減らして陽明酒を浴びるように飲むのです。あれよ、炭酸のやつを比率高めたりとかしてごまかしたり。あれ真空ね。あ、いいのか。
あれバーバラさん、飲んだら乗るなというのは本当ですか？本当ですよ、本当ですよ。次がグランドクロス、グランドクロスは B パートへ移行。グランドクロスはちょっとやばいよね。これ勝てねえんじゃねえ？グランドクロスはちょっとか冷たく輝く息。おお、そのまた次あれか、かまいたちか突き刺しだから肉体攻撃だね。ちょっとハッスルダンスねえのか。皆さん本気なんですよね。本気だよ。飲まないなら飲まないでいけるんですけどね、割と。アルミラージさん、それか嫌になるほど飲んで、酒の匂いだけでトラウマになるほど吐いたら酒飲む気なくなるでしょう。体が拒否するほど。まあね。あれ、いてつく波動が出ちゃった？いてつく波動、B パート来てるね。メラゾーマ。次、灼熱、おぞましいおたけび。次、灼熱が来るのか。ケさん、飲んで、飲まれて、飲ん。アルミラージさん、コーラを吐くほど飲んだらコーラ飲む気なくなるみたいにな。ハッスルダンスなかったっけ？もう飲まないって思っても回復したら飲むんですよね。おお。これ勝てねえと思うよ、なんか。皆さん、というか、ドレアムと戦ってますよね。戦ってるよ、戦ってる。アルミラージさん、家畜って当たったら家畜食えなくなるのと同じ戦法で、酒も体が拒否するぐらい飲んでトラウマになるのがいいのです。かぁ、入れ替えた方がいいか。これドランゴさん残しててバーバラさん入れ替えるか。アルミラージさん、まずく感じたら飲む気もなくなるでしょう。それがね、ならんのよね。これ無理じゃね？無理じゃね？マジかよさん。それがなんですよね。ダメだ、無理や。これはぐれメタルのスキルを間違えたのがもう致命的よ。これもう戻れんしょ。
皆さん、チート使って勝ちましょう。とりあえず。ベッテンコさん、ヨシオさん、準備期間1週間ですよ。1週間かけてダメだったよ。クリアした後にね。なんか何をしていいのか分からないんです。あわわわわ。感動した。さん感動した。わしの HP0 のこの心をどうしたらいいのか。もうどうしようもないんだけど。アルミラージさん、常にベコマラーかハッスルダンスを使えるキャラを2体出して回復。ダメージ食らったキャラ歯馬車に入れ替え、常に全体回復でダメージ食らったキャラ歯馬車内で回復させる。これが回復させるやり方だぞ。もうね、この状態だともう無理だと思うんだよ。チート使っていいっすか。チート使っていいっすか。チート使えば勝てると思うんだけど。ベッテンコさん、とりあえずコードフリークを開く。とりあえずこれはベッドのところに違う。あ、ロードにしちゃった。え、違う、びっくりした。よかったよかった。セーブしといて。リノッカさん、リセットする。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。アルミラージさん、回復の意味分かってないな。いや、だからちょっとレベルアップしますよ。あれ、何やってんだ。なんでセーブしちゃったの。バン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 、負けるのか。なんで別なところにセーブしちゃった。また来週。わら、なんでスタートするところにセーブしちゃった。これマジかよ。ダメージ食らったキャラ馬車内に引っ込めて馬車内で全体回復で回復させるのだぞ。またロードセーブやっちゃった。戦闘前のところにこの状態セーブしちゃったよ。ケイケさん、なぜなぜ。リノッカさん、マジか。全滅か。全滅のおしまいだ。ミヤコンさん、やっちまった。あー、やっちまった。マジか。絶望ですよ。これ取り戻しできないのかね。アルミラージさん、全滅してもまたダンジョンから遊べるドン。ケイケさん、プリズン行きですな。プリズン行きだ。ハルさん、やっちまたし。やっちまたし。うおー、今日はこれでおしまいですわ。なんでセーブしたところにこれを書き込んじゃうんだよ、俺もよ。リノッカさん、千葉県、稲さん、醍醐味。あー、ケイケさん、なーに、やっちまったな。やっちまったよ。あれ、ハッサン、ハッスルダンス踊れないの。まあ、アルミラージさん、言われた通りにやってみろ。でも、もう無理っしょ。だって死んじゃってるし。メガザラダンス踊らせるか、チャモロに。アルミラージさん、死んだキャラを1体だけ入れて蘇生。ダメージ食らったキャラ歯馬車に入れる。あれよ、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。今ね、メガザラ、メガザラダンスで生き返ってないの。アルミラージさん、ダメージ回復歯馬車に入れて回復や。ち
サモロさんさ、メガザルダンス送ったのに生き返ってないんだけど、生き返らせてないんだけど、どういうことなの？言ったらけど、とりあえずチャモロさん一回やらせるか。なんでこの子メガザルダンス、メガザルダンスって 100% じゃないの？ちょっと待って、ハッスルダンス使えるやつ。ミヤポンさん、馬車内派生き返らないのでは？ハルさん、メガザルとメガザルダンスでは範囲が、範囲が違う。メガザルは生き返るの、メガザルダンスはダメなんだ。死んだキャラ出してないからや。無駄死に、この子。ケイ、ケさん、バシャバシャ。回復役はいない。力の盾が役立つか。アルミラージさん、死んだキャラ3体出して、あと1人をメガザルの腕は装備させて、死んだら3体生き返るやろ。アルミラージさん、装備できないでしょ。考えな、この状態で装備できないでしょ。終わった。アルミラージさん、袋に入れてるからな。そうそう。アルミラージさん、道具整理が生きたな。アルミラージさん、なぜ必要なアイテムを出さなかったのか。ケイ、ケさん、もうその頭に乗せてるホットケーキを差し出すべき。そうだね。あ、もう心がだいぶ折れてる。アルミラージさん、やり直しだな。しかもセーブしたのがさ。アルミラージさん、ダンジョンから。ああ、そうだね。ああ、ダメだ。もう無理よ。マジか。なんか今日やるときにはなんか楽勝だなとかって思ってたんだけどさ。アルミラージさん、メガザルの腕輪があったらな。アルミラージさん、ヘナチョコ。ほんとヘナチョコですよ。ほんとね。ハルさん、不幸な事故でしたな。もう。ケイ、ケさん、そう簡単に廃棄ませんわな。アルミラージさん、マジか。セーブスロット2つするとか学習しよう。もう13個ぐらい使ってんの。13個ぐらい使ってんの、セーブスロット。でも偉い強いんですね。ミヤポンさん、セーブロード派慎重に行きましょう。ほんとそうだね。マジ2万ゴールドしかねえよ、もう。全、小部さん、来週に期待、わら。来週もチート使いまくるよ。マジビビらせてやるよ、あいつは。
あーもうバッキリ心が折れたんだけど。ミヤポンさん、ヨシオさん切れた、わら。ほんと心が折れたんだけど。アルミラージさん、ロード間違いしないようにドレアム戦前にセーブを複数スロットするって考えないのか。もっとあれだよね、セーブ何箇所かした方がいいよね。そう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 、複数スロットめちゃめちゃ使ってんだよ。複数スロット見てこれ11個使ってんの。それで念入りに書き換えちゃう、書き換えちゃったね、書き換えちゃった。バカじゃねえの。ケさん、もうゲーム中派中杯にするしか、中杯にするしか。13個スロット使っててピンポイントで書き換えちゃいけないところにセーブしちゃったね。アルミラージさん、ドラクエさんとかセーブ消えた時に備えて複数セーブしたりしたでしょう。そうだね、セーブ箇所ね、同じやつを何箇所もするべきだったよね。ああ、ちょっとチート前のデータをちょっとずつセーブしよっか。チート前のデータ、クソクソクソ、このダークドライブのこのセーブしとくよ。アルミラージさん、学習しよう。な、できねえんだよ、できねえんだよ。ちょっとこれで、で、これリセットしてチートよ、チートよ。来週はチートを使ってクリアするぜ。アルミラージさん、まあ、まだですかね。まだだよ、オホースクがあるから。ミヤポンさん、そもそも酒飲んで記憶力霊で思考力落ちた状態で RPG なんてするから、わら。あれよ、これだったらすぐ行けんじゃない。でももう寝るか、やるならやっちゃうけど。イノッカさん、ポートピアでしょ。そうそう、ポートピア。これだとアルミラージさん、サムライトはまだやんないけどね。ちょっとこれだとすぐ多分ダークドライブの頃行けるけど、どうします？ケイケさん、ミヤポンさん、そう思います。ちょっと意見を聞くんだけれども、今戦闘後経験値 99,999、満タンにして敵出現しないにすれば多分すぐボスのところ行けると思うんだけど、ダークドライブのところ行けると思うんだけど、敵出現しなかったら経験値が入らないんじゃ。そうそう、今ちょっと外しました。一回やって、満タンにしてレベル99とかなるのかな。でその状態で敵出現しないだとすぐ行けると思うんだけども、ダークドライブのところ。それで今日1時ぐらいまでかかると思うんですけど、それでやっちゃいます？皆さん、ね、もう寝るとかなっちゃいます？それでよければやっちゃいますけど。とりあえず満タンにしますか。イノッカさん、すぐ終わるならそれでもいいですわ。アルミラージさん、それで負けたらヘナチョコを超えるな。まあちょっとやってみますか。まあ、多分すぐレベル上がって、ケさん、まだ寝ませんが、おやおや。アルミラージさん、チートーツ。チートーツ、もうチートー使うしかねえのよ、わしは。わしの、アルミラージさん、ほな、ミヤポンさん、ヨシオさんの意のままに。チートーツ、レベルアップの時間が相当長いと思います、わら。レベルアップの時間は相当長いと思います、どういうこと？だって一回戦闘したらマックスなんじゃないの。ベッテンコさん、虚無感に襲われますよ。虚無感に襲われる？意味がちょっと若干わかんないんだけども、レベルアップの時間は？今までの、今までの？リノッカさん、一個ずつ上がるのでは？そういう話なの？いきなりマックスじゃないの？ガーって上がるんじゃないの。ミヤポンさん、99までレベルアップを見続けることに、わら。
え、そんなことで一気に上がるんじゃないの？アルミラージさん、ヨシオさんはチート野郎を覚えました。チート使うよ。バーっていくんでしょこれ多分。ベッテンコさん、あ、これは見なくちゃいけないのか。チート野郎頑張れ。ケイケさん、チート野郎チート野郎やめろよ。これずっと見なくちゃいけないのか。リノスカさん、よし、4倍海王剣だ。ミヤポンさん、レベル上がるごとにステータスがランダムで上がるんだから1個ずつに決まってる。なるほどね。わら、これ全員見なくちゃいけないの。マジかよ。マジかよ。まあ、しょうがない。連打するわ。アルミラージさん、チート野郎の本領発揮だな。ケイ、ケさん、どんだけ。そっか、そういうことね。これで、ミヤポンさん、スピードアップしましょ。スピードアップどうやってするんだよ。そのための倍速で。倍速か。倍速か。オッケーオッケー。音出なくなるけど。倍速どうやってやるんだろう。アルミラージさん、一時超えるな。ベッテンコさん、ちょっと待って、倍速があるから。これショートにして炎上しましょう。散々100時間超えたにもかかわらずチート使ってクリアみたいな感じ。ケさん、どこでやんのこれ。便利なもんですな。どこでやんのこれ、倍速って。これじゃない、ゲーム設定これかな。違うな。ミヤポンさん、一旦セーブしてゲーム設定で。一旦セーブしてゲーム設定、一旦セーブしてゲーム設定。ミヤポンさん、あれ、一旦セーブしてゲーム設定。ミヤポンさん、どこだっけ。違うね。操作設定。アルミラージさん、もうこのドラクエ6むちゃくちゃだね。これか。オーバークロック設定。でもなんか4倍速になってるよ。アルミラージさん、もうこのドラクエ6めちゃくちゃ。ミヤポンさん、それだ。これ？これでいいのかな。で、普通に音出てるよ。全然連射にもならない。なんだろうこれ。アルミラージさん、4分の1倍速設定にしな。あ、え、4分の1倍速。これが噂のチートドラクエ。ああ、はいはい。うん、はいはい。4分の1倍速がさらにかかっちゃうんじゃないの。音出ちゃってるよ。聞いてないね、これね。何も聞いてないね。音出ないんじゃなかったっけ。ゆめちゃん、後にしてよ、ちょっと。今、忙しいんだよ。ミヤポンさん、ショートカットに割り当てるだっけか。ボタンに割り当てるんだっけか。ベッテンコさん、そういうショートカットで設定してみては。なるほどね。ボタンの割り当てか。リノッカさん、ショートカット割り当てありましたね。ケイケさん、なってる。猫に忙しいと。ショートカットどこにやるの。どこに割り当てるのこれ。全部使うんじゃないのボタン。アルミラージさん、オーバークロック派パソコンの同期の速さやぞ。ユミちゃん、ちょっと後にして。
分かったからちょっと後にして。分かりましたよ。分かんないんだけど全然分かんないんだけど。ベッテンコさん、オーバークロックの上ケイケさん、ショートカット設定でしょ、猫ハマてない。あーはいはい、ちょっと後にしてよ、嫁ちゃん。リノッカさん、わからないなら連打の方が早いか。 X オプションボタンを押せばいいらしいよ。 X オプション、ちょっと待って、X とオプションボタンを押せばいいの。こういうとことか。おお、ミヤポンさん、これで連打状態になったのか。 X とオプションですかね。ミヤポンさん、でもそんなに早くなってる感じがしない。あ、これで連打すればいいのか、とりあえず。音はないから、一応これ早くなってんのかな。ケイケさん、便利なもんですな。なんかこの味気ない感じが。ゲームスピードが速くなっただけで操作はしなくちゃいけない。そうだね。リノッカさん、レベルアップの効果音部分が速くなった気がする。アルミラージさん、そのまま無音倍速でドレアムやって虚しくやれ。これ全員99までなんだもんね。この悲しい感じを。ケイケさん、なんか虚しい。ほんとね。ミヤポンさん、我々のトイレタイムだな。そうだね。わら。アルミラージさん、このやり方にふさわしい。チートだからな。大坊さん、ここまでチート嫌がってたのに。え、チートそんなに嫌がってないよ。リノッカさん、だから経験値50万というのがあったのだな。あー、そういうことなんだ。アルミラージさん、飯作るわ。あー、ケイケさん、応援する気すら起きない。だってもう勝てないもんだって。あれ、これあれじゃない、無双できちゃうんじゃないの。さっきのなんか無力感を一掃しましょうよ。弱いなって見ましょうよ、向こうから見下された感じを。大坊さん、ここまでひとし好み避けてたのに。あー、けいけさん、ひとし好みは別にね、なんだろう、まあ使ってもよかったと思うんだけど、なんかまあいいやとか思ってね。だってさ、国交の状態からさ、あれよ、レベル上げとかなんか調整しとか、リノッカさん、我々の休憩タイム、いろいろとやって、もう一回あのむっちゃくちゃ大変よ、これ多分もう1週間かけたのよ、ここまで。リノッカさん、しかももう100時間よ。そして、吉尾さんのハッスルタイム、ハッスルタイムなんだ。ベッテンコさん、DS 版はそんなに苦労しなかったのですか。 DS 版何にも苦労しなかった、何にも苦労しなかった。しかもダークドレアもあっという間に倒して。大坊さん、ドランゴなんてクソ強くなっちゃうよ。そう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 、もうこれであれだよ、やつの弱さを実感しようよ。ダークドレアムのさ、クソ無双してやろうよ。すげえ連打してる。あいつに現実ってやつを教えてやろうよ、みんなで。ハッサンが4人目ぐらい。これもう1体でいけちゃうんじゃないの。1人でいけんじゃないの、ダークドレアム。ベッテンコさん、もう二度とドラクエ6やらなそう。わら。崇拝版はやらないかもしれん。こんなに実力差あると思わなかった。もうレベル47とか損害でしょ。だって1回の選択でさ、もう倒せないっておかしいよね、ゲームバランスがね。
洗濯ミスっていうかはぐれメタルの書のやつをさ、ミレイユさんに使ってるわけです。なんであのサイトはおすすめでミレイユ上げてたんだろうね。全く意味が分かんない。ケイケさん、もう二度とドラクエ6見たくない。申し訳ない、すいません、ちょっとわしの洗濯ミスで。だってこれもうあと1週間やっても倒せるかどうか分かんないもんね、正直なところさ。アーモスさんまだレベル46なんだ。これであれよ、でもこんな感じの作業があんだね、チート使ったとしてもさ。初めて使ったから効果も何もないのが味気がないよね。てんこさん、スポーツゲームとかで使うと面白いんすよ。え、スポーツゲーム？野球関係とかチート使うと？昔なんかストリートファイターでさ、なんかちょっとチート使うとさ、竜巻旋風機が空中で出せたりとかして面白かったんだけども。そういうんじゃないの？そろそろ、あとバーバラさん残ってたっけ？バーバラさん上がってないよね。あ、そうだ、バーバラさんだ。もうこれでおしまいっしょ。でこれで一旦セーブしてリセット。あ、で、あれか。敵出現しないにしたから。
じゃあちょっと倍速で目指しますよ。ミヤポンさん、2400ゴールド。そう、めちゃくちゃ高いのよ。オプションと X か。あ、違う、戻っちゃった。あれ違うの。あれなんだなんだ、倍速なってないな。オプションテクストからと思ったんだけど。あれオーバークロックオプションと X だね。OKOKOK。 ちょっとトイレ行ってきます。ちょっとすいません、少々お待ちください。ミヤポンさん、早すぎて階段とか登れてない、わら。けさん、キャラが。ベッテンコさん、ステータスどうなってるんですかね。あ、すいません、戻りました。ステータスとかどうなってるんですかね。見てみます。強さ操作もね、早いからね。こんな感じだね。ヒットポイント900とかだね。攻撃力533。意外にあれだね、マックスでもそこまでいかないんだね。そうね、あ、でもドランゴさんのヒットポイント999、ハッサンはヒットポイント920580、このぐらいなんだね。おお、ボタンもね、なんか連打状態だね。早く反応しちゃう。まあ、とりあえず行っちゃうっす。あれ、敵が現れないにしたはずなんだけど。
あれどこだったっけ、そらここだここだ、来た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 。あっという間だよ、あっという間でしたよ。はい。じゃあ行きますよ。無理くりのクリア。これで負けたらどうしよう。全然準備しないで戦い始めたんだけど、これあれじゃない、なんかオートでやっても勝てるよ多分ね。死んでるし、リノッカさん、ダメージはきついね。ダメージはちょっとね、さすがにね、ダークドレアムさんだけあって、ただ HP はもう満タンな人がいるからね。オートでもいける感じがする。ミヤポンさん、ベホマラー2回は美味しいな。2回は美味しいけど、ミレイさんそんなに MP ないんだよね、確か。はぐれメタルで来ちゃってるから。あ、MP 449もある。全然大丈夫だ。あれよ、レベル99だからね。あれだ、オートで勝てたわこれ。
負ける要素が何にもないね。勝てました。はい、すごいことになってるよ。あー、そっかそっか、はぐれの悟りを手に入れた。おお、アルミラージさん、楽しいか？まあ楽しくなかったよとりあえず今日終わらせるだけにちょっとやったんで、させんね。ちょっとこれか、デスタムーアのこれよ。あの20ターン以内に倒すと見られるエンディング、この者たちを倒せば世にだな、大切なことだ。何を言ってるのだ愚かな者どめ、思い知るがいい。アルミラージさん、誰も拍手しないなしないでしょ、そりゃしないよ。してもらったら恥ずかしいわ逆に。今回はちょっと許してよ、1週間かけたんだけどもちょっと無理だからさ。アルミラージさん、それが答えだ。そうそう、しょうがないと思ってるよ。あっという間に倒した。あ、でもあれか、また携帯が変わんのか。アルミラージさん、裏ボスやろうとよく出すからだ。そうだね、もうちょっとね、配信向きじゃないかもね、裏ボスまではね。もう1週間ぐらいかかりそうな感じ。ミヤポンさん、9999ダメージわろた、わら。すごいよねこれもあっという間に9999出すダメージ、ダメじゃない、出すんじゃないの。アルミラージさん、テキスト読めよ。テキスト読めよ。あ、これ出てるの。デスタムーダーはスカラを唱えた。これ読むの。デスタムーアはスカラを唱えた、バイキロトを唱えた、ダークドレマすざましいオーラを全身から放った。本当はね、あのちゃんとやりたいところあるんだけども、ちょっと配信として間が持たなくなっちゃうからちょっと申し訳ないですね。ちょっと本当はね、ちゃんとしてクリアしたかったんだけどね、さすがにね。お、デスタムーア、うぎゃー。なんかこれでもこのモーション違くない？こんな感じじゃなかったよね。こんな感じだったっけ。はあはあ、もう許さんぞ、ついにわしを怒らしたな。こんなモーションじゃないよね、ミヤポンさん。いや、これでしたよ。いや、これだったの。こんな感じだった。デスタムーアの攻撃、ムーアはその大きな手でダークドレーンを掴みに行った。デスタムーアの指がダークドレーンをギシギシと締め付ける。デスタムーアフンヌ受け。デスタムーアの目が怪しく光る。ダークドレムは笑っている。そんなに強いの？ダークドレム確かに強かったからね。デスタムは激しく燃える炎を吐いた。ダークドレムは全くダメージを受けない。ダークドレム、さてお遊びはここまでだな、そろそろ終わらせよう。デスタムは何？ダークドレムは、
強すぎじゃねえかこれ。救急救急。ムーはグギギギな、なぜだ、一体どういうわけなんだ。意識は薄れていく私の世界が崩れ、グハ。ミヤポンさん、あらあら、まあまあ、アルミラージさん、ふんぬ。すげえな、だ、どれもこれでいいのだろう。では私は行くとしよう。よしよよしよ、私の声が聞くのは私がマサールだ、私だマサールだ。急いでそこ脱出する。なぜだか分かるのはこの世界が崩れ落とす。あーこれ一緒だね。はもしやそなたがデスタムは。行くぞクリムト。はい兄上。ケイケさん、強いのは一人でいいということですな。そうですね。アルミラージさん、ちなみに私アルミラージの攻撃力派ダークドレアムを超えてます。マジでマジで、なんで超えてんのよ。真珠だからそこは。じゃあ DS 版は、 DS 版はこんなに苦労しない、あの1週間かけて絶対クリアできてるよ。だって1日2時間ぐらいかけて1週間14時間かけてんだよ。プラスアルミさん、アルミラージさん、あ見てるけどね、見てるけどね、見てるけどね。これエンディング変わり違いあんのかな、ダークドレアもクリアしてるのと。これまたやんのこれ。これも全てそのたちの苦労です。ほにゃららほにゃらら、これもう一回見んの。ゆっくりしていかないよ。これ一緒でしょ、ここの部分は。さすがにシンのエンディングとかってなんか違うところあんのかね。一緒だよね、多分ね、これね。ヒヒヒン。ヒヒヒン。ミヤポンさん、特殊エンディングなんて書いてあるからどっか違うんでしょうね。え、なんか違うの？特殊エンディング。下で待ってる。これも俺一緒だもんね。
ハルさん、海賊の王だなんて。海賊？海賊なの？海賊？これなんだろう。こんなところはありました？こんなところあった？彼はご苦労じゃん。バーバラ、前魔王の魔の手から世界を救われた。ああ、お前も大魔女となんて、まあ。別に普通だよね。前のやつと一緒だよね。行こうよしお、他のみんな送ってあげなきゃ。ハルさん、カルベアナウンサー、こんなとこに。いないでしょ、いないでしょ。よう、ヨシオ、帰ってきたか。今みんなでお前の話をしていたところです。さあ、こっちへ来いよ。ライフゴッド？おう、よしお、待っておったぞ。やはりお前のおかげだったのだ。はい。ケイ、ケさん、この曲、かわいいですね。そうですね。なんかね、のどかな感じで。これもあれだね、杉山、名前が出てこない。杉山浩一？違う？間違えてる。これも一緒だよね、ここね。ターニア、あ、ターニアと会う前に。なんだこのストーカーは。あ、兄貴、帰ってきたの待ってたんだよ。魔物はいなくなったってのにターニアちゃん寂しそうでさ、俺にはどうすることも。でも俺、待ってるぜ、ターニアちゃんが俺に心を開いてくれる日をさ。あ、お帰りなさい。よかった。もうここには戻ってこないんじゃないかなって。よしお兄ちゃん、約束して、ターニアのこと忘れないって。あ、ごめんなさい。私いきなり何を言ってるんだろう。でも、ねえ、よしお兄ちゃん、私本当のことがわかる気がするの。なんとなくだけど。よしお兄ちゃん、私、消えちゃうの？あららら。あれ？こんな感じだったっけ？前のやつ。私なんだか眠たく、こうだったっけ。よしお兄ちゃん、さよならで。でもきっとまた会えるよね。よしお兄ちゃん、大好き、さよなら。アルミラージさん、ルビス。ルビス？あ、これがルビス？消えちゃうんだっけ。そっかそっか、みんな消えちゃうのか。ターニア・ルビス説はかなり濃いの。アルミラージさん、いや、いや、そうでもないの、そうでもないのかよ。
そうでもないのかよ。ハルさん、馬車から翼生えるドットマジじわる。じわるんだ。馬車からね。ミレイユ、おばあちゃん、ただいま、テリーも一緒だよ。グランマーズ、よく戻ったね、ミレイユ。そして、テリー、あんたもね、あんたは初めてだろうけど、私はいつもあんたも聞いたよ。それにしても、お前さんたちがデスタームーンを倒してしまうとは、夢を見るのはいいことじゃ。夢は希望に、希望は生きる力を生む。しかし、時には夢は欲望を生むこともある。奴はきっと自分の愚かな夢。私が書いたまでだ。書いたまで、アルミラージ昴生さんが言ってるだけとか、これからまたいざのように平和の日々が、あのおばあちゃん。なんだ夢で、私を弟子にしてほしいの。夢占い師として私の力を誰かの役に立てたいの。ほうほうほう。何を今更わしは、最初からそのつもりじゃって。ありがとうおばあちゃん。礼などいらんって、さて、それじゃまたご馳走の用意でもするとしようか。アルミラージさん、欲のある夢、陰夢かな。陰夢は違うよ。陰夢だった。おほほほ。そうだね、おほほほだね。あー、大工のところ?これね、そのままだよね。特殊エンディングっていう雰囲気は今の頃ないよね。今の頃、前見たエンディングとまんまだよね、これね。今思ってたぜ。あの大君、長い付き合いだから、ここでお別れだ。おいおい、悲しい顔するな。みんな自分の家で帰るじゃないか。そうですね。また一年前です。おかえり。ハッサン、おかえり。ほんとそうだね。とりあえず、これは、ローメオさん、ちょっと質問してください。猫に静かにしてとは。猫の言葉わかるのよ。いや、チャモロ、おかえりなさい。もうね、なんかうるさくなっちゃってるね。神殿ですね。おじいさま、アルミラージさん、ロメオにも夢ぐらい優しく接してやれや。ロメオはおしっこも漏らさないのにな。そうだね、いい子なのにね。むちゃくちゃいい子や、この子。ほんとね、この子全然怒らない子なのよ。なんだろう、ケさん、成人みたいな子。二軍のチャモロ様ですよ。二軍のチャモロ様。あれよ、サムネの顔とかってチャモロ消しちゃってるからね。猫がドーンとなっててチャモロの姿が消えちゃってるんだけども、ほんと申し訳ないっす。ゲントの杖、アルミラージさん、いい子が損する、そんな世の中じゃ。今ロメオの顔で猫のやつやってみました。あの VTuber。 ハルさん、ポイズン。ポイズン、ソリマシさん。ミレイユだね。ミレイユとテリー。
アルミラージさん。そうだよ、便乗。便乗なんだ。本当に見れるとテリーなのか。はい、お父様。わしを父と呼んでくれるのがもうお前を売ってしまったこのわしを。はい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 。グランマザーという人で勉強したいの。一生ここでお別れでしてもいいかしら。はい。あと誰がいるの？バーバラもう別れたでしょ。もう自分の頃あれライフコートに戻るだけ。アルミラージさん、アモスとドランゴやろか。アモスドランゴはいいよ、別に大丈夫大丈夫。あれ、もうライフコットよ、やっぱ。バーバラさんじゃん、バーバラさんいるよ、まだ後ろに。バーバラどうしたんだろう、誰もいないよ。あら、それなんかこんな場面だったよね。村長、おお、よしお戻ったかと、もうよしおなので呼び捨てにしちゃいかんかったら。レイドッグだよね、レイドッグに行くんだよね、確かね。せいだね、ターニアやランド、主だったものは城に招かれていきました。アルミラージさん、1週間前も忘れたか。忘れてるね。とりあえず話聞いたからもうレイドッグに戻れるよね、これね。で、バーバラは消えちゃうんだっけ。もうこれなんとかなんないの、このラスト。もう一回なんかあの悲しい感じを味わなくちゃいけない。ケイケさん、次波動するんですか。次って次のゲーム、次はね、あのつなぎってわけじゃないけども、オホーツクに、オホーツクじゃねえよ、ポートピア連続殺人をちょっと挟もうと思ってます。セブンの前にね、ドラクエセブンの前にオホーツクじゃねえや、ポートピアね。で、月曜日はポートピアで、ね、明日は、テリーとワンダーランド、ドラクエモンスターズで、日曜日は、モンスターハンターライズ。ケイケさん、ヨシオはおっさんじゃないんですか。ヨシオはおっさんじゃないね、意外にね。まだおっさんじゃないと思ってる。ヨガとかもずっとやってる。ヨガやった方がいいっすよ。いろいろな方法できると思うんですけども。アルミラージさん、ヨガル？ヨガルじゃないよ。ヨガはいいですよ、ほんと。ハルさん、いつ手足が伸びますか？伸びないね、伸びないね。でもね、可動域は広がるっていうか、普通の状態より広がるから。ベッテンコさん、チート野郎派意識高い系ですか？チート野郎は、ダルシムオス。失礼だな、失礼だな、チート野郎とかって、失礼だな。意識高い系ではないけれども、いいことは取り入れようと思ってますよ。はい、よしお。あーもう悲しいね、これね。ハルさん、お別れの時が来た。じゃあ、テレポートできるようになりますか。ならねえよ、ならねえよ。アルミラージさん、チンコ伸ばしてダルシムーとか言って格子をドン引きさせたのだろ。してねえよ、してねえよ。あらまたこれ悲しいよね、バーバラさん。消えちゃったって、上の世界と分離しちゃったからね。猫に静かにしてと言いながらヨガされるんですか。ヨガされるって意味わかんないよ。
ヨガはね、Wii とか DS とかいろいろあるじゃないですか。 Wii U とかもあるんで、いろいろな手段でできると思うんで、やった方がいいと思いますよ。なんか違うの、明確なやつなんのかな。なんかラスト特殊エンディング。ハルさん、ヒハモウ吐けますもんね。ベッテンコさん、炎じゃなくて違うのを出すんですか。炎じゃなくて違うの、違うのとか言わない。やめろって、読まれねえじゃねえかよ、読まれねえじゃねえかよ。アルミラージさん、バッドエンド。バッドエンドじゃねえよ、俺が普通のエンドだろうよ。信じちゃったわ、バーバラが、バーバラが消えないバージョンがあるから。エンド、特に変わらなかったよね。なんか細かいのが違ってんのかな。アルミラージさん、どう聞いてもバッドエンドの曲だろ。バッドエンドじゃないよ、これが普通のエンドで、エンディングで、エンディングは一緒だよ、ドラクエ6は。ハルさん、レイドックどっか行ったんだが。レイドックどっか行っちゃった。え、レイドック出てきたじゃん。アルミラージさん、ドラクエのエンディングの曲でこんな曲ないだろ。こんな曲だよ。バーバラー。バーバラね。チャモロさん、活躍しなかったチャモロさん。ケイケさん、これは続かない未来ですな。続かない未来ですな。何なのそれ。アルミラージさん、ドラクエのエンディングの曲は全部明るいわ。これダメなの？本当ダメなの？そんなことないでしょ。これ普通でしょ。ドラクエ6のラスト。アルミラージさん、こんな感じだったよ。4や5のエンディングの曲聞いてみろ。でもあれじゃない、バーバラさんが消えちゃうからちょっと物悲しい感じになってんじゃないの？上の世界と下の世界がこう分離しちゃうっていうのでさ。ベッテンコさん、最後に、は、夢か、ってなる。なるの？ならないでしょ、ならないでしょ。アルミラージさん、もっとトランペット調で明るい曲だわ。ほんとかよ。わし、ドラクエ6サントラ持ってるけど。アルミラージさん、どう聞いてもバッドエンドの曲や。バッドエンドじゃないよ。バッドエンド存在してないって、ドラクエに。エンディング一緒だから。それ黒パンツじゃなかったね、緑パンツだったね。あ、ゆめちゃん入んない。いいよ。アルミラージさん、この曲がハッピーエンドの曲に聞こえるか？って分岐しないでしょ。分岐しないでしょ。エンドがバッドエンド。ジグジさん、リアルバッドエンドですよ。え、バッドエンドなのこれ？何のための冒険だったのかしら。え、リアルバッドエンドなの？え、ダメなのこれ？本当？リノッカさん、騙され続けているから疑心暗鬼だな。ほんとわかんないんだけど、バッドエンドなのこれ。バッドエンドなんかないでしょ、ドラクエに。堀裕二はそんな努力を無にするような人じゃないよ。アルミラージさん、欲が答えだろ。絶対騙されてんだよ。絶対騙されてると思うんだけど、俺的に。ケイケさん、勇者が泣けます。アルミラージさん、
いかにもバッドエンドな曲。勇者が泣けます。え、神宮寺さん本当なのそれ。本当は12時で終了なんだけどね。ちょっと今日はラストと、あとアルミラージさん、改めて俯瞰して見てみろ、ね、このエンディングと曲。ゆめちゃんどうしたの。もうダメだよ、甘えん坊なっちゃって。俯瞰してみるとこの曲とこんな感じじゃなかった。けいけさん、もうドラクエ6には触らない方が。なんでそんなキンキンみたいな感じになっちゃってんの。 DS 版もやりますよ、 DS 版も。これもうスーファイ版トラウマだね、俺的には。スーファイ版はやらない、もう心が折れた。ジクジさん、すみません、イーノスケさんの話です。イーノスケさんの話です。よくわかんないの、なんだ。イーノスケさんの話。ミレイユ、いい、それじゃ始めるわよ。なんだよ、何が始まるってんだよ、わざわざ呼びつけてさ。静かに。ケイケさん、 DS 版されると向こうが迷惑されるかも。何が迷惑されるんだよ。何が迷惑されるんだよ。あ、はい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 。あ、いいよ。ゆめちゃんおいでよ。ゆめちゃんおいで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 。なんで嫌がる、なんで嫌がる。あんた来たかったんじゃない、なんで嫌がる。ちょっとおいでっておいでって。ちょっとちょっと。逃げられたんだけど。何なんだ。お嬢様ちょっとおいでよ、おいでよ、抱っこしようよ、抱っこしようよ、ね、なんで嫌がる。アルミラージさん、猫だからな。なんで寄ってきてるのに逃げるって意味わかんないんだけど。よし、うむ、ついに育ったので我々の未来。ミヤポンさん、マスタードラマだ。こうして大事なシーンを見逃す。ああ、どうなのかしら。私たちの未来は、あ、生まれ、マスタードラマだね。もう顔出せばいいのに。もう顔出せばいい。顔出さない、絶対出せないよ。顔なんか。絶対出さないよ。つうかもう結構ね反射して映ってるけどね。あー、とりあえずエンディング。でもなんか何も変わんなかったよね、特殊エンディング。ほんとりあえず終わりました。顔出さないで何出すの。何も出さないよ、何も出さないよ。はい、じゃあちょっととりあえず終わりました。アルミラージさん、チンコ。チンコじゃねえよ。じゃあとりあえずちょっとあのインチキすげえ使っちゃったんですけども、ダークドレオフ裏ボスとかもクリアしてね、とりあえず一応終わったんで。ミヤポンさん、ドレアムが倒すエンディングってことか。期待させやがって笑。ああ、そっか、そこの部分、そこの部分ってことね。なるほどなるほど。ケイケさん、あとは一緒なんだね。立っても気づかれないという。立っても気づかれないって。そうそう、ちっちゃいからね。フォークビッツはね、立っても気づかれないの。わかります？ケイケさん、拍手すら起きない。起きないよ。起きない。インチ、おお、壮大にインチキ使ったからね。わかってますよ、それは。ただ、でも一応、とりあえずは、一応終了なんで、今日で。2週間かけらんないでしょ。間が持たないでしょ、さすがに。まあ来週はね、ちょっと月曜日、ポートピア行きます。アルミラージさん、
満足したか？してねえよ、してねえよ、全然してねえよ。チート使ってクリアとかしたくねえよ。でもしょうがないよ、だってあれもうプラス1週間コースじゃん。はぐれメタルの悟りがないから、なかったからさ。アルミラージさん、しばらくチートやろうな。まあ、しょうがないよね。しょうがないよ。まあ、それは甘んじて受けますよ。じゃあ、とりあえず、あれだね、ちょっと遅くなってしまったんですけども、来週は、月曜日は、ポートピア連続殺人事件やりますんで、で、明日は、テリーとワンダーランドですね、ちょっと続きやって、で、日曜日は、モンスターハンターライズですね。で、ポートピアが終わったら、ドラクエ7、そのまま行きますんで、ぜひちょっとよろしくお願いします。ちょっとね、チート使って、あれなんだけども、なるべくね、使わないような感じの方針ではやりたいんだけれども、ちょっと今回はね、ちょっと間延びしちゃうのがちょっとあれだったから、ちょっとやっちゃいましたけど。まあ一応こんな感じで、ちょっと今日は終わりにして、ちょっと遅くまでね、ちょっとお付き合いいただいて。ケさん、事件を解決してる場合では解決するのよ。解決するのよ。ポートピアの後はオホーツクで、その後は、あれですよ、別天子さん、また別の機会でね。お疲れ様でした。何で貼ってるのなんだよ。なんで貼ってるのなんだよ。お疲れ様でしたでいいでしょ、そこ。お疲れ様でした。事件を解決してる場合ではってなんで貼ってるのか。次もチート、サービス。チートしないよ。チートなるべくしない方向でいきますよ。本当申し訳ないです。今回はね、ちょっとわしが至らず、ミレイユさんにはぐれみたいな悟りを使ってしまったがためにね、ちょっとチートを使う身になってしまった。あれだよね、ハッサンに使ってたら全然 OK だったよね。ケさん、疲れてないですよね。疲れてない。ミヤポンさん、ドラクエ7はレトフリじゃないからチートしたくてもできないんじゃ。あるんよ。わら。あるんよ。あるんよ。チートのやつがさ、使えぬことはないけれども。でもドラクエ7はもう後戻りできないからね。いろいろとね。なんかね、アリエクスプレスで買っちゃったんだよ。あるんかい。わら。買っちゃったんだけど、ないことはないんだけども使い方がわかんないんだよ。だ使うか使わないかって言ったら使わないと思うんだけども、使い方は分かんない。なんかとりあえずアリエクスプレスで売ってるのを取り寄せたのよ。でもそれ何にも取説も何も入ってないんだよね。で使い方は全然分かんなくて、まだもう使ったこともないし、動作の確認もしないから、もう普通にやってきますよ。ケさん、プリズン行きですな。プリズン行きじゃねえよ。プリズンからあれ中継してるけど違うよ。プリズンから中継してるからダメで。別天子さん、このチート野郎が。やめろよ。やめろ、その言い方やめろ。まあちょっと甘んじで受けますけど。じゃあちょっと遅くなってもらってね。イモッカさん、プリズンブレイク。プリズンブレイク。ケイ、ケさん、笛を吹いている場合では。俺じゃねえ、俺じゃねえ、笛吹いてるのはさ。ちょ、終わりにしますんでね、ちょっと。明日はテリワンですね、テリワンで。日曜日はモンハンで。月曜日のポートピアはすげえ個人的に超楽しみだね。よくよく調べてみたらオホーツクにキウ持ってなかったんだよね。ちょっと買っとかなくちゃいけない。まあオホーツクにキウは連続でやらないけどね。またセブン終わったタイミング、ドラクエ7終わったタイミングぐらいでちょっとまたやってみようかと思う。そんなに肩も立たないと思うんだよね。これで終われるんですか。終わるんだよ、終わるんだよ。他に何もし終わるんだよ。チート使っちゃったけどすいませんけども、これで終わりますよ。すいませんね、ちょっと。じゃあこれでちょっと今日は終わりにします。そんな感じでちょっとスケジュールはね動きますので、ドラクエ7はちょっと後戻りできない部分結構あるんで、皆さんのアドバイスがあれですよ。リノッカさん、お疲れ様でした。はい、リノッカさん、お疲れ様でした。ケさん、後味悪いとか言わないで、後味悪いって言わないで。お疲れ様でした。さん、お疲れ様でした。別天子さん、長時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、今日はちょっと遅くなってしまって申し訳ないですけど、これで終わりにしたいと思います。まあちょっとオホーツクのポートピアちょっと楽しみにしますんで、ぜひよろしくお願いします。ミヤポンさん、オツでした。ミヤポンさん、お疲れ様でした。ちょっとね、ちょっと選択間違っちゃったから、ちょっとあれだったんですけども。ケさん、ね、拍手すら起きない。もっと起きないね。カシマさん、お疲れ様でした。後味悪い。まあ分かってますよ。アルミラージさん、
これでチート野郎の配信完結ですな。チート野郎やめても、配信完結じゃねえよ、まだまだ続くよ。じゃあこれで今日は終わりにしたいと思います。明日はテリワンですね。で月曜日はオートピアですよ。じゃあこれで終わりにします。おやすみなさい。ケーケさん、見れたのはセクシーグリーン。あ、そうですね、ダークドリアもセクシーグリーンでしたよね。一緒に恐るでしたよ。じゃあおやすみなさい。アルミラージさん、チート野郎にふさわしい完結だな。完結じゃねえ、完結しない。今日は何色、今日は何色、今日は何色、しましまだね、しましまだね。しましまでしたわ。ちょ、おやすみなさい。いらねえだろその情報。ではまた。ケイケさん、チート野郎。やめろって、やめろって。